エクスポ PLL トークス×CIC 東京ということで、Zoom ウェビナーではなくですね、挑戦的にミーティングを使って、やっております、皆さんのお顔とか現状は配信されないはずなんですけれど、この後ですね、この動画協会のアカウントで原則公開されますので、もしちょっと個人情報とか気になる方は、お顔とかミュートとか気をつけていただければと思います。でもなるべく緩やかにインタラクティブにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとバタバタしながらで真面目に始まってますが、徐々に砕けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、本格的に始めていきたいと思います。改めまして皆さん、こんばんは。顔を出していただいている方は、はい、ありがとうございます。ちょっと見えております、こちらは。はい。でですね、今日は大阪・関西万博にちなんで、みんなでワイワイいろんな未来について語り合おうという回でございます。大阪・関西万博、まだご存じない方もいるかもしれないので、一応、基本的なところを先に申し上げますと、全体テーマが命輝く未来社会のデザインということになっています。で、2025年、大阪の夢洲で半年間にわたって開催される予定です。はい。で、今日はその中でですね、後でちょっと説明しますけれども、エクスポ PLL トークス、PLL とは何の略か考えておいてください。はい。みんなでこう万博作っていくぞという流れで、こうしたイベントを始めているんですけれども、その中で、私が担当しているテーマの命を高めるのシリーズを今後やっていきたいと思ってまして、それの初回となります。はい。真面目に始まっておりますが。はい。で、最初に、今日はですね、残り5名の、素晴らしいパネリストを呼んでおりまして、私を含めて6名で話をしていきたいと思ってますが、はい。最初に少しだけ私の方で、大丈夫かな？大丈夫ですか？はい。こういうこともありますよということで言っていきたいと思います。ちょっとだけ自己紹介とですね、万博でどんなことを考えているかっていうことをちょっとお話しさせていただければと思います。で、私は中島幸子と言います。で、大阪万博、関西万博にどう関わっているかと言いますと、テーマ事業というものがありまして、テーマ事業全部で8個あります。その中の命を高めるということで、遊び、学び、スポーツ、芸術を通してこう生きる喜びとか楽しさを感じて、こうみんなで何か未来を作っていくという場所を作ることがある種使命です。ってことはもう私一人ではなくてですね、本当に皆さんと作っていきたいと思ってまして、で、ある意味で万博捉え方次第だと思うので、まあ、こういう大きなイベントなかなかない。そしたら、ここでですね、2025に至るまで、至るまで目いっぱいですね、ある意味で万博という場を活用させてもらって、みんなである、こうなったらいいなっていう未来社会をですね、描いてやっていくと、きっとそれはその後にも残っていくのではないかというふうに思っております。はい、全部で、8名のテーマ事業プロデューサーがいらっしゃいます。一応ざっと読み上げますと、生物学者の福岡伸一さん、命を知る、マクロスなどのアニメーション監督の河森正治さん、命を育む、そして、女性は2名なんですけれども、大好きな映画監督、河瀬直美さんが命を守る、そして、料理の鉄人とか、くまモンとかの、海の親である小山薫堂さんが命を紡ぐ。そして、アンドロイドとかで有名なご自身のコピーをたくさん作っていらっしゃる、石黒浩さんが命を広げる。そして、メディアアーティストの落合陽一さんが命を磨く。そして、データや健康などで、最近いろんなメディアにも出られています、宮田裕章さんが命を響き合わせるということで、で、私のところは命を高める。みんな割と抽象的なんですけれど、さっきも言いました、遊び、学び、スポーツ、芸術という非常に楽しそうなところなんですけれど、まあ、まさにでも、学びとか生き方とか働くとか、そういうのが変わっていく時代なので、まあ、この動乱の変革期に何ができるかということを皆さんと考えていきたいと思ってます。で、ちょうどこの間、企業説明会みたいなものがありまして、そこで出した資料なんですけれども、はい、プレイフルライブズっていうのをちょっとコンセプトにしてまして、命が踊る、命が歌う、命が開く。で、ここで大事なのがこの下の方にある、絵ですね。で、こちら、はい。ですね。
2025年に命の遊び場クラゲ館という名前があります。これパビリオンを、テーマ事業プロデューサーある意味で、まあ、変わるかもしれませんけど一人一館持ちます。でそこの名前今仮か本番か分かりませんが命の遊び場クラゲ館なぜクラゲなんだろうということはちょっと皆さんも考えてみてください。はい。でただですね、そこに横串として、もう2021年から、もう今年からどんどん始めていこうと。で、ある意味で、まあ、目指すところ、ちょっと言葉は今後変わっていくかもしれませんが、創造性の民主化時代だよっていうことをよく言わせてもらっていて、まあ、誰しもの中にあるこの創造性っていうのを開いていこうと。はい、というところで、創造性の民主化に向けてですね、未来の地球学校プロジェクトっていうのをやっていきたいと思っています。はい、開いてこのシリーズまだ最初なのでちょっと硬いんですけれど、この後ちょっとできるだけ皆さんにも参加してもらったり、まあ、時に致命的なことがあったときは何か対応しますので、なるべくインタラクティブに皆さん楽しくやっていきたいと思っています。ちょっと今日ウェビナーじゃなくてミーティングなので、時々ミュートが皆さん外れたりすると賑やかになったりしますので、ご容赦くださいというところです。はい。でもうちょっとだけ喋らせてください。未来の地球学校プロジェクトっていうのをやっていこうと思っています。これは一体何者なのか、徐々にこのシリーズを見ていただけるときっと解き明かされていくんじゃないかと思いますが、やりたいこととしてはですね、今もうすでに実は始めています。幼少、中高、それからまあ大学もですけれど、とか、あと県とか国とか、国も今超えてですね、でさらにというか、その中には特別支援学校の方々とか、ろう学校の方々とか、全校生徒15人の学校とか、いろんな多様なところをつないで、でさらに企業とかミュージアムとか自然とか、科学館とか、そういうものをつなぎながらですね、今ちょうど学びの方では探究とか、なんでしょう、答えがない問いに対する力を養うというふうに時代が変わってきているので、まあ、そこででもどうしていいか分かんないというときにこういうふうに多様な点がつながり合うことでなんか楽しくなると何か見えてくると自分たちなりでなんかこんな未来作れるんじゃないかということができるんじゃないかということでこの未来の地球学校プロジェクトというのを始めています。地球そのものがもう大きな学び場だよということですね。で、命の遊び場クラゲ館このぐらいまではこの間公開されました。はい、今日はたくさん登壇者というか、パネリストもいますので短めに行きますけれども命の遊び場クラゲ館ということで真ん中に創造の木というものを置きたいと思っています。そこまでに私たちはある意味で社会がこのきっかけにプレイフルな方向にみんなが生き生きできる多様な人たちが生き生きできる方向に変わっていきたいと。でそういう活動をしてきたらその象徴としてですねわーっと世界中のいろんな面白いものが集まる。なんかある意味で私は岡本太郎さん大好きなんですけど世界中のメニ太郎たちが集まるという形で創造の木を置いて、まあ、でも同時に初めてそういうことに知った方々にとってもインタラクティブに楽しめる場にしたいと思ってましてそこを命の遊び場クラゲ館と呼んでいます。で今日に向けてすごいギリギリながら動画を作ってきたのでちょっと動画を、見ていただきたいと思います。ちょっと一瞬お待ちください。
はい。ではですね、ちょっとこれも新しくやってみようかと思ったんですけど、皆さん、ちょっと今日はですね、なるべく、よく登壇者への質問っていうのをもらうと思うんですが、もちろん登壇者への質問、できれば YouTube の方でですね、コメント、YouTube の方でのコメントでぜひぜひいろいろ出していただけたらいいなと思ってます。こうコメント書けるようになってますか？コメントが書けるかどうか皆さん確認をしてください。で、あるいは、Zoom の方でも構いません。Zoom の方々は Zoom の方にちょっと書いていただきたいと思います。で、多分、構造的だと思いますかの方は難しいかもしれないので、はいといいえだと。できればですね、命が高まると思う瞬間はどんな時ですか？これについてコメント書いてください。あるいは、できそうな方は、このスマホのところでですね、この QR コード、できればちょっと読み込んでいただいて、ちょっと私がですね、昨日の夜知った初めてのアプリなんですけれど、ぜひちょっと使ってみたいなと思います。もしできそうな方は、ここで、読み込んで、答えてみてください。で、後ほどだんだん集計します。今しばらくちょっと皆さん読み込んでいただけますか？あるいは読み込みが難しいなっていう方はもう、チャットにそのまま書き込んでください。あと YouTube にコメントが書けるかどうか分かりますか？書けます？はい、よかった。はい、ではですね、ちょっとせっかくなので、そろそろみんな他の方の話が聞きたいんじゃないかと思いますので、行きたいと思います。では、エクスポ PLL トークスということで、ピーポーズリビングラボなんですけれども、まあ、これは競争を生み出していくよう、さっき PLL って何ですかって言ったんですけど、ピーポーズリビングラボというものになります。で、ここでみんなで競争してきますよということでやってるイベントです。で、その中にチームエクスポ2025っていうのもあります。ここで、皆さんが参画できるようなチャレンジとかパートナー、競争パートナーという機会もありますので、もしよかったらやってみてください。あるいは言っていただいたら、ちょっと命を高めるのところはもちろん全部できるかは分からないんですけれども、なるべく思想が近い人たち、一緒になって何かやりたいと思ってますので、お声掛けいただければと思います。はい、そうですね、手話通訳がちょっと今映ってないので、すみませんけれども、CIC イベントの画面を拡大してください。そっか、それは言ってもわからないもんね。そうでした。はい、ありがとうございます。ではですね、ここからちょっと皆さん、私がまずちょっと共有をやめます。その後ですね、ここに書かれているように、今日は全員で6名の登壇者います。ただ、先ほども書きました、実は主役は皆さんだと思っていただいて、ぜひこれを機会にですね、聞いてるだけじゃなくて、ちょっと考えていただいて、いろんな、いいですね、ありがとうございます。ちょっと今、例えば、身近な人に喜んでもらえる製品ができたときに、自身の存在価値を感じました。そんなコメントが、こっち側の Zoom の方に来ました。もしかしたら、他の皆さんもですね、ぜひぜひいろいろちょっと考えていただいて、コメントをしていっていただければと思います。では、いきたいと思います。梅沢さん、これをバトンタッチする感じで、どうですか？できますか？ではですね、最初に CIC、これ今やってるのが CIC 東京という場所です。ごいいい場所なんです。で、ぜひぜひ、本当は皆さんにここ来ていただいて、会場もオープンにして、プレゼント型でやる予定だったんです。今回、緊急事態宣言中ということで、ちょっとそれができなくなってしまいました。でも、なるべくここの場所を使っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。声がダブってる。本当に。はい。バタバタですが、バトンタッチして、よろし自己紹介くお願いしていまただす。ければと思います。よろしくお願いします。はい。CIC ジャパンの梅沢と申します。今日は、この中島さんが主催をするシリーズイベントのキックオフということで、CIC のメンバー一同、本当にワクワクをしながらお迎えをして、で、まあ、いろいろトラブルはありますが、こうやって、みんなで乗り越えながら、やってるところです。で、最初に CIC ってどういう場なのか、ちょっと私の方で超駆け足になると思いますけど、皆さんに共有をさせていただきたいと思います。画面は映ってますでしょうか？はい。
CIC というのは、一言で言うと世界につながるイノベーションの発信基地です。そして、私たちはイノベーションが生まれるコミュニティを作って、社会や世界を変革する企業たちを支援します。CIC というのは、ビジネスとしては、超巨大な、シェアオフィスです。で、日本国内、最大規模の、都心型のイノベーション拠点ということになります。昨年の10月に、虎ノ門ヒルズビジネスタワーの15階と16階、2フロア計6000平米を、居抜きで借りて、で内装の工事をして、でオープンをしました。でこの、本当に素敵な内装のデザインを、これは小堀哲夫さん、この後で、お話しいただきますけれども、にお願いをして、デザインをしていただいたファシリティになります。で CIC 姉妹組織にベンチャーカフェというものがあります。ベンチャーカフェは世界11都市に展開をするイノベーションコミュニティ構築の NPO で、毎週木曜日にサースデーギャザリングというシリーズイベントを開催をしています。東京に関しては CIC は昨年の秋このファシリティとしてオープンしたんですけど、ベンチャーカフェというイノベーションコミュニティは2018年の3月にスタートをして、すでに150回以上のイベントを行い、延べ4万5000人以上の方が参加をされているイノベーションコミュニティになります。で、この CIC の特徴ということなんですけれども、イノベーターに最高の環境を提供します。業種の枠を超えたスタートアップの集積ということで、最終的にはスタートアップがおそらく250社ぐらい、この虎ノ門の一箇所に集まる形になると思います。その中で特化型のコミュニティをすでにいくつか作っています。例えばヘルスケアとかエネルギー環境等のコミュニティです。それから起業家あるいはイノベーションを支援する強力なサポーター陣、例えば弁護士、知財専門家、マーケティングのコンサルタント、このような方々が取り巻いています。投資家の方々も多数入居をしています。そして CIC はもともとアメリカのボストン発の会社なので、自然と世界とつながるネットワークを持っています。多国籍多文化のサポートチームもいます。入居いただいた方々、メンバー同士、それから外部のイノベーター、今日のようなイベントの参加者も含めて、いろんな人たちと濃密な交流が日々起こっています。そしてアクセラレータープログラム、あるいは研究者の方々との提携プログラムも多数走っています。CIC、グローバルネットワークありますというふうに言いましたが、この地図を見ていただくと、アメリカにまずたくさんあるなというのがお分かりかと思います。アメリカの東海岸、ボストン発の会社です。それからヨーロッパに CIC として2拠点、それからベンチャーカフェとしてプラス1つございます。そして東京はアジア最初の拠点ということになっています。のだけ図示している形になります。真ん中にスタートアップの塊があって、でそのスタートアップを支援する形で右側の方に、例えばグローバルコネクタ、あるいは投資家、投資ファンドですね、それから大企業の出島部隊、そして左側にさまざまなコミュニティパートナーがこのイノベーションの活性化をサポートをしている。そして左側に政府機関自治体とありますが、例えば自治体宇都宮市や浜松市の出島の方がこの中に入居をしていたり、あるいは大学ともコネクトをしていたりという形になります。都心部のイノベーションエコシステムの集積拠点ということです。実際どんな人たちが今の段階で入居しているのかということで、ここでは例示をしています。ここに書いてあるような方々以外にも100社以上の企業団体がすでに入居していると。昨年の10月にオープンをしたので、オープンしてから3分の2以上の期間が緊急事態宣言下ということにはなるんですが、やはり皆さんイノベーションに対しての熱量の高い方々はもうどんどん動き始めているということだと思います。で、さまざまな、イベントを、昨年の10月オープン以降、やってまいりました。ざっくり、130件以上、この CIC 東京が主催する形で90件、それからベンチャーカフェが、行う形で40件以上と、
いうことで、すでに累計1万6千名以上の方々に、昨年10月以降、さまざまなイベントで集まっていただいています。で、実は我々リアルのコミュニティ作りに、大変注力をしていて、イベントの多くは、オフライン、あるいは、ハイブリッドの形式でやっています。で、実際にこの場に集まっていただくことで、そこで、集まった方々同士がつながって、で、いろいろな会話をする。それが実は、新しいプロジェクトのきっかけになるとこういう形です。ですから、その予期せぬ出会い、セレンディピティを、どれだけ作れるかというところに、まあ、我々は注力をしている、プレイヤーです。で、ここにありますように、まあ、小池都知事、あるいはデジタル担当大臣の平井大臣、それから、環境大臣の小泉大臣をはじめ、さまざまな方々に、いろいろなイベントの例えば基調講演などでお越しいただいています。で、こういう、まあ、いわゆる大臣とか、政治家の方々だけではなくて、まあ、我々がイノベーションコミュニティを作っていく上で、積極的に、連携をして一緒に動いている会社さんも、たくさんあります。例えば左上、これはスタートアップエコシステムの東京コンソーシアムということで、これ内閣府のプログラムで昨年立ち上がった、日本国内でいくつかのエリアをこのスタートアップのエコシステムの重要拠点として形成していこうとこういう取り組みがありますが、まあ、東京は当然ながらその一つとこういうことで位置づけられていて、この東京コンソーシアムの主要拠点の一つとして、まあ、CIC が活動している。あるいは右上の4スタートアップス株式会社、これはスタートアップコミュニティにおける経営幹部の紹介の、まあ、ナンバーワンの会社です。このスタートアップさんが我々のクライアントとして入居をし、かつ戦略パートナーとしても一緒に動いてくれているので、この CIC に入居した、スタートアップが成長をして、で、経営チームを拡充をしたいということになったときは、この4スタートアップさんが助けてくれますと、まあ、こんな形です。あるいは、下のハロートモローとありますけれども、これはパリ発の世界最大のディープテックのコミュニティです。で、このハロートモローのイベントを日本で行うときには、我々 CIC が窓口になっていると。まあ、こんな形で様々な動き方をしています。いくつかのイノベーションコミュニティを作っていますと申し上げました。代表的なものだけいくつかご覧いただきますが、例えば、環境エネルギーのイノベーションコミュニティと。ということで、昨年度環境省がスタートした環境スタートアップ大賞の審査協力、あるいは受賞式の開催しました。あるいはグリーンスタートアップピッチ&コンペティションと。これはイギリスの王室協会が世界全体を対象にして運営をしているグローバルなピッチイベントです。で、これのジャパンブランチを我々が務めさせていただいたということになります。で、特にこの環境エネルギーの領域は、大変このイノベーション熱量高いので、まあ、我々、つい最近、環境エネルギーイノベーションコミュニティというものを正式にキックオフをしました。左側のコアメンバーと書いてある5社が、まあ、いわゆるファウンディングメンバーとして、一緒に動き始めていただいて、でもこの大企業の人たちと、それからスタートアップ、それからさまざまな省庁、研究者、それから投資家、の方々が集まって、で、具体的な社会課題を設定して、その社会課題を解決するような実践型のプログラムを運営をし、で、コミュニティ内の協業、で、それからスタートアップの成長を支援すると、まあ、こんな動き方をしています。ご関心ある方は、この CIC 東京のウェブサイトで情報を得て、で、エントリーをしていただければと思います。それからヘルスケアも大変熱いです。まあ、我々ボストン発の会社でもあるので、ボストンというのは世界最大、世界最先端のヘルスケアの集積のある都市です。で、これは昨年度ジェトロさんのプログラムで、ジェトロイノベーションプログラムボストンというものを我々ホストをしました。日本のヘルスケア分野のスタートアップを、ボストンの投資家や、事業会社とつなげるとこういう取り組みです。それからこれは筑波大学が、慶応大学、それから大阪大学と一緒に、
スマートシティの分野では、スクラムベンチャーズというベンチャーキャピタルが、運営しているグローバルアクセラープログラムがあって、まあ、そのキックオフのイベントを CIC で行ったり、あるいは、電通さんが実施しているアクセラープログラムで、イノベーションリーグというこれはスポーツテック分野の、アクセラープログラムがあります。これも CIC 東京を拠点に運営をしていただいています。それから我々ダイバーシティも大変大事にしていて、例えば女性の起業家の応援もしていますが、特に最近女性の起業家中心になってリードをしている新しい分野がフェムテックです。なのでこのフェムテックのシリーズイベントを CIC で開催をする、あるいはマイノリティの方々の人種問題を議論するようなイベントを CIC で行う、そしてさまざまなピッチイベント、これ毎月のようにやっています。一番フラッグシップになっているのは一晩で75件が登壇するイベントというのをこれ年2回実施をしています。それからさまざまな海外の有力機関団体とも提携イベントを行っています。ということで、我々、かなりいろんな活動を取り組みながら、2年間、まあ、来年末までには、スタートアップ200社から250社、集まっていただく、でそれからさまざまな特化型のコミュニティを、完全に立ち上げて、で女性起業家ナンバーワンの集積、あるいは外国人起業家ナンバーワンの集積、そして国内学の大学との、研究機関との、まあ、連携という意味でもナンバーワンの集積を作っていこうと。まあ、こんなふうに考えています。以上 CIC のご紹介でした。はい、ありがとうございます。シワさんのためにもうちょっとゆっくり喋ってっていうコメントも来てました。でもいやいや、もう短い時間の中でバタバタ今やっておりますが、CIC 東京本当に素晴らしい場所で、ぜひいらしていただいたら多分雰囲気がわかると思うんですけれども、はい、まあ、今日は、はい、その雰囲気の一端を小堀さんに直々そうですねご紹介いただくということで、続いてお話しいただくのが建築家の小堀哲夫さんで、もう公開していいということなので、はい、私の命を高めるのテーマ授業のところの、先ほどの命の遊び場クラゲ館は小堀さんのところと、はい、にお願いしていて、まあでもご一緒に作らせていただいているという感じですね。まあですね、闇なめの延長みたいな感じになってますけど、ね、そうですね、ここすごい闇なめ感満載、闇なめ感満載な、はい、はい、そうなんです。でもね、未来を作っていくっていうための闇なめなので、はいはい、でこの CIC 東京を設計されたのが小堀哲夫さんということで、はい、ちょっと最初 CIC の話が多いんですけれども、はい、でも小堀さんからいろんな、そうですね、僕が携わった建築とか、はい、パビリオンとかこの場所の CIC の場所のことについても少しお話できたらなと思います。はい、はい、お願いします。はい、じゃあちょっと画面共有します。いきなり出ちゃったな。ちょっと待ってください。いきなり。はい。今日このズームミーティングでやるって打ち合わせで決めて、ウェビナーじゃなくてやってみようよって、そうするといろんな人の顔が見えるからいいねって言って、思った以上に大変だなと思いつつ、方法をね、満席になっちゃって、はい、私が今、ちょっと待ってね、で、ここの子もちょっと。まあ、命っていうことで、私、インスピレーションっていうことをちょっと、僕自身もすごく大事だなと思っている、この精神の働きみたいな話をちょっとしたいなと思ってます。建築って目に見えなかったものが見えたりとかですね、聞こえなかったことが聞こえたりとかする力が僕はあると思っていて、建築が存在することで、環境がこう最大化するっていうイメージを僕らは持ってます。私どもが設計したロッキーっていう車のフィルターを作っている会社の研究所なんですけども、これは、ロッキーグローバルイノベーションセンターっていうものなんですが、とても自然豊かな場所にあるんですけども、この自然の変化みたいなものをこの建築ができることで、より理解できる、そういうような、場所を目指そうと考えて作りました。これはもうほとんど窓を開けちゃって外で、仕事するような雰囲気を持っているオフィスなんですけども、天井が
この会社のフィルターで作られてます。なので曇ってくると曇りになるし、雨降ると音が聞こえるし、そういう自然のインスピレーションというものを室内にどうやって取り込もうかと、そうするともう空調もムラムラになっちゃうし、明るさもムラムラなんですけど、だけど人間はここの研究者っていうのは恐ろしいほどのポテンシャルが上がってですね、研究成果をいっぱい出していると。こういうようなこう自然のインスピレーションっていうのが、僕は非常に重要なのかなと今思っています。で、これは日華科学のイノベーションセンター、これもイノベーションセンターなんですけども、建築っていうのは、開放的な場所と閉鎖的な空間っていうのは両方いるなと思っていて、ここはまず考えたのは広場なんですね。広場と市場っていうことを考えました。これオフィスなんですけども、立体的にいろんな広場があって、この人がうろうろしながらですね、働くと。そういうような場所になっていて、まるで、我々のイメージ、最初のイメージはトルコのバザールみたいなイメージだったり、逆にこう混沌さを出すっていうか、多様性を作るっていうのは、今僕が非常にこう興味が持っているところです。これは梅光学院の The Learning Station Cross Light っていうんですけども、これは眼光するプランによって見え隠れする小さな空間や居場所っていうものが、あります。まあ、いろんな吹き抜けを介したり、吹き溜まりだったり、有機的にこう動線がこう絡み合っているような空間なんですけども、これは私たちは都市の縮図と呼んでます。都市って非常にこういろんな場所があってですね、この下関にあるんですけど、下関の都市自体も非常にこう有機的な都市になっていて、それをこう参照しながら、この建築は作っています。まあ、やっぱり僕はこの万博で命っていうテーマに与えられた時にですね、建築も生命そのものだなって常に思っていて、その生命感あふれるそういう有機的な空間というものだったり、多様な居場所だったりスペースというものが、まあ、ごちゃ混ぜになっている空間、そういうものというものにすごくこう興味を持ってますし、建築って実はこう一回作っちゃうと止まってるように見えるんですけど、そこに人間が介在すると常に変化を与えられると、まあ、自然と同じなんですね、人間って。そういうようなイメージを持って僕らは設計をしています。これはちょっと最近ですね、私たちの事務所でアワラにあるベニヤ旅館というものを設計しました。火事で建築が全焼してしまって庭だけが残ったんですね。ここで僕はこれ130年の歴史を持った建築が一瞬にしてなくなってしまって、そこから建築の時間みたいなものを考えるようになったんですけども、もともとの建物はこう、重要文化財だったんですよ。で、新築でそういうオーラって出せるのかなっていうのが一番非常に、重要な僕らの問題だったんですけども、やっぱりこのもともと持ってた建築っていうか旅館ですね、旅館っていう魅力は時間がこうすごく積層されていって、まあ、この時代はこういうふうに作った、この時代はこういうふうに作ったっていう、こう不合理な増築感とか、時代時代のこう、作り続けてきた雰囲気っていうものが、非常に建築には重要だなと。だけどこれ一瞬にして新築になった時に、どういうふうに考えるかって僕らは考えた時に、やっぱり作り続けられる、こう、不信し続けられる仕組みみたいなものを考えたり、また、唯一残った庭がもう一回こう建築に迫りくるような、この外部空間との関係性っていうものを考えてきてます。まあ、ここではやはり光っていうのが非常に重要で、いろんなところからこう光が入ってくる、そういうような、現在、過去、未来の時間軸のレイヤーを一日の中で過ごしていただくというような、コンセプトです。これは最近コンペで取った名古屋大学の中心に作る東海国立大学校の建築なんですけども、もともとこの場所は大きな公園だったんですね。で、私たちの建築は全部地下に埋めて、一切建築的な要素を見せないっていう大きな原っぱを提案しました。この、ただ緩やかにこう湾曲しているのは、かつてここが谷だったっていう記憶を想定しています。ここに、
まあ、名古屋大学ではあの名古屋にあるんですけども、非常にこう、大丈夫ですか？大丈夫ですか？何もない空間とか余分な空間とか、誰かのものであったり自分の場所でもあったりっていうような、このまあアジールっていうこと、自由空間、聖域っていうような場所のイメージを僕らこれ持ったんですけども、この下はこういうふうに湾曲して寝転がれるようになってですね。ただこの下は非常にこう林のようなこう空間になっていると、そういうような建築を今設計しています。先ほど梅沢さんからこの CIC の話を聞いたと思うんですけども、私たちこの CIC を設計するにあたって、まあ、アメリカのボストンというところから生まれたこの世界最大級のイノベーションセンターがこう日本にこう来るっていった時に、いろんなこう CIC が持っているフィロソフィーっていうものをかなり教えていただいたんですね。でその中ですごく重要だなと思ったら、ローカリティっていうか、要は場所性っていうものに非常に重要にしている。なのでわざわざ CIC も設計者いるんだけれども、日本の設計者にも半分入ってほしいっていう思いを聞いて、何かこう地域地域で混ざっていく、そういうことを期待されていると思いました。で僕らはこの森ビルのビジネスタワーっていうのはこういうふうにですね、超均質空間で超合理的なもう直角の世界なんですよ。だからもうこれは1ミリの無駄も許させないようなこういう空間構成に我々はこういうプランニングをしていったと。もう生命のようなアリの巣のような空間なんですね。これは多分僕も毎回来て迷っちゃうぐらいこの全貌がよくわからないっていうそういう空間になってます。まあそこで我々このこう今まさにこれ実はこう広場みたいなところでミーティングっていうか今日してるんですけども、我々がさらに提案したのが、廊下で日本人って意外とコミュニケーション取る。まあ我々路地で立ち話するとか井戸端会議みたいに、こういうところが苦手な人たちはちょっと陰に隠れて話すっていう、そういう日本人特有の文化っていうことを説明し、こう路地コーナーっていう、その細胞の一つとしての路地コーナーっていうのを提案しました。ちょっとこう閉じられたり開いたりできるような廊下の立ち話、ちょうど交差点にこういう場所があって、そういうところでいろんなコミュニケーションを取ったりとかする。なので部屋もこれ163室なんですけど、すべて違う大きさなんですよ。よくこういうめんどくさいことをしたかなと思うんですけど、これ実は面白いことにですね、グリッドプランでやっちゃうと設計変更大変なんですよ。1個ずらすとすべての軸線が変わってくる。ところがこういう全部が多様だと、一個だけ変わると両隣の人たちごめんねっていうぐらいで済む。そういう世界観の設計があるんだなっていうのを今回気づきました。なので、いろんな場所がこう展開し、まさに今ここで、ちょっと人は映ってないんですけど、やってます。この階段が、ちょうど劇場になっていて、そういう形になってます。で、これが実は、万博の中島パビリオン、クラゲ館という建築のテーマは命を高めるっていう場所になっています。まあ私たち、まあこれはこれからまああまり内容も伝えることはできないんですけども、やっぱり建築の本質的なもの、根源的なものを僕ら追求していくと、どうしても人間とは何かとか自然とは何かっていうことにぶち当たっていくんですね。なので命とは何かって問うことと建築は何かっていうことは同義だと僕らは思っています。そういう意味で去年から私の事務所でいろんな方に集まってもらったりしたり、あと今日みたいないろんな方をこう集めてですね、命を高めるっていうことはどういうことかっていうことを議論してきました。まあ、今日は皆さんそれなりにいろんな思いを持って参加していただいてますので、まあ、できるだけこうインタラクティブな関係で、お話ができて、メッセンジャーで質問をもらったりすると面白いのかなと思って、このズームミーティングっていう形で開催してますけども、楽しみにしております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。小堀さん、ありがとうございました。
そうなんです。クラゲ館、どんなクラゲさんになっていくのか、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。で、ゴーリさん、本当に命の形というか、なんかこうね、実際の本当に自然界とか、そういうところで私たちこう揺らいでるものを見るとすごく安心すると。で、そういうところから、いろんな設計、こう競争の場を、設計されていて、まあ、今回の命を高めるクラゲ館もそうかなと思っています。で、実はですね、アンケートの方続々といただいてるんですけど、皆さんもしよければ続けていってください。どっかのタイミングでいきます。で、この後まだまだですね、でもパネリストの、お話控えてますね。ちょっと短めにどんどんいきましょう。続いて志村さん、聞こえますか？志村さんと西森さん、聞こえます。遠隔から参加いただいてます。志村さん、いけますかね？はい、大丈夫です。ちょっと声がちっちゃいかな。聞こえますか？あ、聞こえます、バッチリです、はい。そして、志村さんの顔を出すようにしてください。ちょっとお待ちください。はい、あ、では志村さんの画面共有していただいて大丈夫です。はい、お待ちください。はい、志村さん、皆さんご存知かと思いますが、ダイアログインザダークとか、ダイアログインザサイレンスというミュージアムを持っていらして、ダイアログジャパンソサイエティの代表理事されています。今回、そうですね、万博に向けて、多様な人たちという中で、目が見えない方とか耳が聞こえない方とか、いろんな方々とご一緒にですね、作っていきたいと思ってまして、ぜひ志村さんにも、今回紹介にいらしていただけるといいなと思ってお声掛けさせていただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、今日ありがとうございます。では、ゆるゆると始めていきたいと思います。命が高まるときどんなときっていうようなことを皆さんにお聞きしたいなと思っています。私も実は聞いてきました。私15名の方に聞きました。仕事がうまくいったときかな、人に認められたときかな、誰かとつながっていると思ったとき、またはですね、恋愛真っ最中のとき、おいしいものを食べたとき、出産をしたとき、いい景色を見たとき、オキシトシンが分泌されるような何かかな、そんな声もありました。そしてダイアグのスタッフにも聞きました。対等なとき、ありがとうと言えるとき、これとても素敵なことだなと思うんですね。今日ですね、手話通訳士の人も入ってくれていて、聞こえない人たちもこの皆さんの話を聞いて回っていますけども、もしかしたらば初めてかもしれませんね、こういうふうなことって、ご覧のこと。だけど、これ対等なチャンスをもらえたことになるんですね。手話通訳がつくことで、聞こえない人たちも皆さんの話を楽しむことができます。そして考えることができて、意見が述べられる。で、見えない人や聞こえない人たちは対等な活躍をものすごく今、願っていて、そして活動して活躍しています。ありがとうはもうちょっと後でお伝えしますね。そして実はですね、私は本業が30年以上セラピストをしています。で、ターミナルケア、末期がんの方の、ケアなんかもしてきたんですけども、この方たちにも教わってきました。満たされた中だけではなくて、喪失の後にも高まる時があるよっていうふうに。これはもう命があと引くばっかしかないっていうような方たちも高まる時があるんだっておっしゃるんですね。それは自分の命を知った時なんだっていうふうに言っていました。私たちはですね、ダイアログを通してそれを感じる場を作りたいと思いました。対等な場、命を感じることができる場、お互い様を知れる場です。視覚障害者、聴覚障害者、高齢者とともにダイアログミュージアムを竹芝で作ってきています。これ皆さんももしよかったら遊びにいらしてみてください。ダイアログミュージアムですね、この写真の一番下の左側、白い杖をついている人たちがダーク、目が見えない人たちです。真っ暗闇、暗闇を目を使わない中で、照度ゼロの暗闇ですね、目を使わない人たちが案内人となってエンターテインメントとして
楽しむことができるような、そんなご案内をしています。目が見えなくても他の感覚を使っていろんなことを知ることができる。普段から目を使っていない人たちですので、目を使わないその楽しみ方とか知恵とか文化を持っています。目以外の感覚を使いながらあらゆることを駆使してそして暮らすことができている、そんな人たちにですね、アテンドとしてエンターテインメントを楽しんでもらっています。そして真ん中のところ、ダイアログインサイレンスです。ここはですね、聞こえない空間を作っていて、普段から耳を使っていない全く聞こえてない人や、ちょっと聞こえてるけど補聴器をつけているよとか、そういうふうな人たちが聞こえない世界を案内します。ですので一切耳を使わない、音を聞かなくて、そして言語も使わない、音声言語を使わずに、手話も使わずに、意思表示を身振り手振りやアイコンタクトだけでこの空間を楽しむことができるんです。ですので、海外から来た人たちも言語の壁を越えて楽しむことができる。で、笑顔とか、またはたくさんの表情を使いながら、知らないうちにどんどんおしゃべりができていく。そんな風な空間です。右の一番右側、ダイアログウィズタイム、75歳以上の人たちが活躍できる場です。ここは、後期高齢者がですね、命を高めていくような、そんな場を作ってるんですね。どんな風に言ったらいいでしょう。生きること、そして楽しむこと、年を重ねていってもどんどん成長できること、最後まで、生きる最後まで成長できて、そして自分を生かすことができるよう、そんなことをお伝えしているようなエンターテインメントです。全部楽しいエンターテインメントですので、ぜひともご覧いただけたら嬉しいなと思っています。で、私たちはですね、障害者だからとか、高齢者だからとかっていうふうに言葉を使ってません。よくだからと使うと、高齢者だからできないだろうとか、障害者だから無理だろうとかっていうような言葉ができますが、でも私たちは、だからの次に、障害者だからこそ、高齢者だからこそ、こそっていう言葉を使っています。こそができるとですね、ポジティブになっていく。先ほどお伝えしたみたいに、障害者だからこそ知っているたくさんのいろんな知恵や、そして私たちが知らない文化や、生きるその生き方、それをですね、皆さんと出会っていただいて、皆さんにお伝えをしてもらって、で、私たち目が見えたり聞こえている人たちがその知恵を伝授してもらうと、さらに豊かな生き方ができるよみたいなことを考えて感じています。ところでですね、皆さん、I love you っていうふうな言葉、よく使いますか？愛していますとかって。これ、日本の言葉じゃなかったですね、I love you は。夏目漱石が、I love you という言葉を訳したときに、月が綺麗ですねというふうに訳したそうです。本当はお弟子さんが I love you という言葉をどう訳したらいいのかってことを、漱石さんに相談したらしいんです。我、そなたを愛すみたいな、そんなことですかって言ったそうですけど、漱石さんは、それはちょっとなんかナンセンスじゃないのって。月が綺麗ですねでいいんじゃない？これは離れていても同じ月を見て綺麗だねって共感ができる。そんなことを伝えていたそうですけど、では皆さんだったら目が見えない人と月をどう見るんだろうってちょっと想像してみてください。目が見えない人は月をどう見てるんだろう。ダークの仲間でネパールから来たニノというアテンドがいます。ニノはもともと全盲でしたので月を見たことはないんです。で、敬虔な、ヒンドゥー教徒の人ですけども、この人がお母さんと一緒に子供の頃に満月の祈りをするときにですね、ニノは満月の祈りがちょっとこう分からなかった。太陽だとお日様がたくさんこだっていて暖かくてお日様に手を合わすことができるんだけど、月は分からない。お母さんに月はちょっと難しいな、僕は月が分からないよ、感じれないと言ったそうなんです。するとお母さんはあそうかと思って大きなたらいを用意して丸いたらいを用意して
水を張ってですね、2の2、2のここに月があるから触ってみてと言ったそうなんです。2のはたらいを触って、あ、満月は丸いんだなと知れた。そして冷たいんだな、冷たいから温度では分からなかったんだ。そして水を触ってみた、月に水があるのっていうふうに2のは思ったそうなんです。でお母さんに聞いてみた、するとそうではなくって、このたらいの中に満月が映ってるんだよっていうふうに話したそうなんです。ニノはそこで満月が見えたと思ったそうです。その水にまで映るんだなと思った。そしてお母さんがニノに一生懸命伝えてくれたその言葉やその愛情が含まれていて月が見えたと思ったそうなんですね。でこれは私たちは誰もが生かされている社会を作るべきだというふうに言いますけど、でも出会わないとわからないし話さないとわからないんです。そんなことを知ってもらいながら本当に多様性が生かされていって、でたくさんの、テクノロジーを使ったりとかいろんなことで共感できながら新しい場を作っていけたら本当に命が高まるようなことができるんじゃないかなと思っているんです。私は願っていることがあります。これはダイルの願いでもありますけれども、共感をしながら違いを知ることで多様性を認めていきながら互いを生かし合う Moving Beyond Difference、 違いを超えてその先へ行ってみよう。そうすると今日のように手話通訳の方が来てくれて聞こえない人も楽しむことができる。ちょっと不具合があったようですけど、それでもチャレンジをするとさらにこの次良くなるかもしれない。諦めてしまうんじゃなくって一生懸命対話しながら関わっていく、そして知恵を出し合っていく、お互い助け合っていく、そんなことができるといいなってことを願っていて今日この場にお招きいただきました。そして今日ですね、実は先日ですね NHK 総合テレビでアニメインザダークというものを作ってもらったんですね。これはNHK プラスで8月28日までご覧になることができます。ぜひともですね、これをチャット欄に出てるのでしょうか。そこでご覧になってみてください。そしてですね、ダイアログのこの今出しているところの、ところにですね、スマホでポチッとしてもらえると、どんなところかが見ていただけますので、ここにもアクセスしてもらえると嬉しいです。で、アニメイントダークは目が見えない人とともにアニメを作ってみようということになりまして、とてもいい番組でしたので、ご覧いただけると、あ、ダイバーシティの扉を開けたぞというふうに思っていただけるかもしれません。私から以上です。今日はありがとうございました。赤いところ?はい。ここ、あ、すいません。これは私の話でした。はい。共有停止させてもらいます。ありがとうございます。はい、志村さん、ありがとうございます。なんかすごいとっても素敵なお話で、なんかほっこりしながら伺ってました。本当にありがとうございます。ということで、本当に、そうですね、大阪・関西万博に向けていろんな方々と一緒にでやることでこういろんな視点が広がっていく、私たちみんなが多分お互いに刺激し合えるので、ぜひぜひここからいろんな競争をコークリエーションさせていただければと思っています。そして、今日は8時半まであと1時間なんですけども、2名おりますいらっしゃいます。で、いつもお世話になっております。先日4月にも実はちょっとこうしたようなイベントをしまして、お話しいただいたんですけれども、アリさんと数学の間みたいなところを研究されている数学者であり、はい、数学者の、西森ひらく先生なんですが、今日はさん付けでいきたいと思います。西森さんで、西森さんも今日は遠隔からの参加になっております。ちょっと短めですけれども7分8分ぐらいで、アリさんと数学についてちょっとまとめていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞こえます、聞こえますか。はい、ちょっと大きめに喋っていただけるとありがたいかもしれない、はい、では画面の共有をします。西森です。
今日私の話よりその前の話が非常にインパクト強くて非常に興味深く思いました。言語を使わないコミュニケーションっていうのはアリさんもやってるんですけれど、多分ただそういうコミュニケーションがあるっていうことと、それからまあもう一つ前の廊下で話すとか、そういう話で非常に聞き入っていました。で、私自身は明治大学っていうところで研究をやっております。で、私自身の関心事は自然とか生命社会との自己組織化、これを数理科学でやるっていうことなんですけれど、このインシチュート自体が数学とその他の分野をなんとか結びつけようっていうような活動をやっております。で、私自身は最近とかこれまでやってきたことのいくつかあるんですが、その中に例えば砂丘の風紋とか、これ数理モデルですね。あと最近よくテレビに出てるんですが、フグが海底に作るパターンですね。これも携わっております。で、今日のお話は組織づくりの数理を少しだけお話したいと思います。短い時間ですから、ちょっと消化不良になるかもしれないんですが、お話をさせていただきます。ですね、でこれハキリアリの話なんですが、ハキリアリはテレビで見たことある方もいるかもしれないんですが、花や葉っぱを運んで一箇所に集めて菌類を育て、これを栄養にして集団生活を送るっていう非常に巧妙なことをやってます。で、その周りのタスク分担だけを見ても、実はすごい分業制度ができていると。葉を運び込む専門のやつとか、噛み砕く専門のやつとか、各タスク専任のアリがいるわけですね。で、一方でリーダーはいないんです。全体指揮を取る者がいない。だけどこういう、要は農場経営ができているわけです。で、これ驚くことに5000年前、万年前ぐらいから始まったと言われています。で、人間農業、たかだか1万年の歴史なんですよね。で、さてどっちが賢いかっていうことを考えると非常に難しい問題になります。賢さっていうのも興味あるんですが、今はその話はすっ飛ばして、リーダーのいない組織設計は可能かっていうことをアリさんに学ぶお話をします。で、ハキリアリは興味があるんですが、もっと簡単な最初と言っていいか、そういうことを数理的にやった人はこの人たちのグループです。もう40年ぐらい前になるんですが、プリゴジンというブリュッセルのグループがいて、いろんな仕事をやったんですが、その中でもこういうアリの仕事もやりました。で、やったことは巣と餌の間のアリさんの往復をひたすら見るっていう研究で、片方の巣から餌場に行って帰るアリ一匹一匹を見たと。より具体的に言うと、アリ一匹ごとに色付けをすると。で、餌と、巣のある箱を、箸で結ぶと。それ以外はアリさんはいけないわけですね。で、最初に左の箱に全ての餌を置いて、アリは右の箱にある巣の中に配置して、で、アリさん一匹一匹が餌運びをするのを見るというわけで、このアリさんの勤務評定をするわけですね。で、彼らの結果なんですが、こんな感じです。横軸が怠け者からのランキングです。1番から57番まで。で、縦軸が各アリがどれぐらい餌を運んだかの回数です。このようにランクとそれから何かの量の関係を示すものをランクグラフって言います。で、今の場合は餌運びランクグラフです。で、例えばこの見方ですが、上から8匹は1回も働かなかったと。で、次4匹は1回だけ働いたと。で、彼らはプリゴジンたちのグループはこの半分を怠け集団と、アリにとっては嫌な名前なんですが、申し訳ないとは思うんですけど、怠け集団と彼に呼んだと。で、残りを、働き集団と呼んだと。で、それぞれの働きの総和は、当然働き集団の総和が怠け集団の総和より全然大きいと。これは当然ですね。で、そこまでは誰でも考えそうなんだけど、彼らがさらに非常にユニークだったのは、これを怠け集団と働き集団に分けて、それぞれで同じような実験をしたというわけですね。で、さてどうなったか、怠け集団はどうなったか、働き集団はどうなったか。
で、分割前はこの下の図のような感じです。で、両方、考えるのはちょっと時間がないので、怠け集団だけ考えてみましょう。で、分割前は、怠け集団は一番働くやつでさえ10回ぐらいしか多くしてないわけですね。だけど、こいつらを、単独で実験すると、単独というか、この人たちだけで、実験するとどうなったか。ということで、答えを出す前に、いくつか答えの候補を出します。案1、分割前と同様と、周りに流されない。働き者いなくなっても関係ないと。で、案には、分割前より働き出したと。これは、ここは私は頑張らなくてはと。で、案3、これが学生が考えたんですが、こんな感じです。分割前より怠け出した。で、その心何って聞くと、周りもサボってるしと。モーラルハザードが起こったと。さて、どれだったでしょうかっていうのが質問なんですけれど、で、実は答えはありません。プリゴジンノートであって、論文ではなくて、これは実は、未完の仕事です。なんで未完かって後で言うんですけれど、で、餌首総回数はどうかっていうと、そっちの方は分割後はもともと働き者の集団だった人と怠け集団だった集団では、総回数は同じという、まあ、すごい結果を出しています。ただし論文ではないと。で、多分ランクグラフもこのように、働かない者の間では働くやつが出だしたというようなことが推論できるんですが、あくまでも推論にすぎません。で、なぜできなかったかというと、これプリゴジンの宿題、40年近くですね。みんなほっといたわけじゃなくて、一生懸命いろいろな実験を最近やって、いい結果を出してるんですが、まだまだ最終的な綺麗なデータは出てないと。で、なんでかっつうと、実は生き物の実験っていうのは、1日ごとに答えが変わるんです。日の微妙な温度によったり、まあ、状況によったり、そういうのがあって、なかなかできないと。で、マンパワーがすごくいるっていうわけです。で、それに代わって数理モデルを作ったんだけど、これ細かいこと言うと何なので、こんな感じです。漢字だけ見せます。休憩と労働の間をアリが行ったり来たりするっていうことで、休憩から労働への、確率と労働から休憩への一定時間の確率を入れてモデルを作ったと。で、まあ、アリに個性があるとか、個体ごとに怠け者が違うとか、コロニーとしてのストレスの度合いを全員で共有とかいう数学的な仮定を入れて、まあ、怪しい仮定もあるんですが、4000匹のアリが全部お互いのことを知ってるかどうかって問題ありますよね。でもこれで、シミュレーションすると、実は結構うまくいくんです。で、アリを半分に分けた時も、これ横軸時間経過で、縦軸は餌首総回数なので傾きが大体同じで、プリゴジンの結果を大体うまく、再現してると。だから反応基地モデル結構いけるわと思ったりするわけです。ところが、そもそもこれ実験と本間もんのシステムと数理モデルの間には、まあ、仮説っていうものがあって、それがまだ実証されてないと。怠け度は各個体固有で時間に一定しているとか、ストレスはコロニー内で共有されているとか、そこら辺は結局本間もんを見なきゃいけないっていうことで、数学科の学生と話し合って、まあ、実験装置を作ってしまったわけです。個別アリ活動自動計測システムと。で、これ何やったかっていうと、アリさん一個一個に、スイカをつけるんです。あるいは関西では行こうか。ただし、これつけるとアリが潰れるので、すごいちっちゃいの企業の、まあ、当時開発中だったやつをつけたと。一匹一匹に全部チップをつけてます。RFID チップと。で、もうそろそろ終わります。時間ないです。で、プリゴジンみたいな装置を作って、で、アリさんを歩かせるわけです。あ、ちょっと重たいかな。で、この下をうろうろしながら通ると、アリの番号と何月何日と、通過時刻とか出てくると。で、これでアリさんの社会を全部調べてみようっていうことで、まあ、時間がないので詳しいことは説明できないんですが、実は反応基地モデルを元にしたんだけど、このいろいろなことが出てくる。労働協調とか、中には夜勤のアリとか、中勤アリで、3日働いて1日休むとか、そういうのがいろいろ出てきました。まあ、まとめはそういう実計測と数理モデルでいろんなことができだすと。
で、人間社会に戻らない複雑さと面白さが見えていると。ただし彼らは言語がないわけですね。言語がない。で、多様性、集団の中の個性とか一見に役立ってないものが実はあるんじゃないかと。で、これは一つはそれから出てくる保障性ですね。一部が抜けても他がカバーし合うこと。先ほどの、怠け者ばっかりになると誰か働き出すとかいうことです。で、これが生き物の本質ではないかと思っています。で、これは予期せぬ変化への対応力ということで、これは生き物が育って生きてきたのはいろんな変動に対してものすごく対応してきたと。で、これ数学に1回、入ってるからそこを通じていろんなことに応用しようと我々は今やっています。ということでちょっと時間が来ましたのでだいたいこれぐらいにして、あとはいろいろな議論の時間に話そうと思います。以上です。ありがとうございました。西森さん、ありがとうございます。はい、どうもちょっと時間過ぎちゃった。はい、いやいやいや、本当は長く聞いてみたいところなんですが、皆さん、ありがとうございます。そうですね、本当に今日もの登壇していただいている皆さんも多様という感じで、はい、でさらに命ということでアリさんまで入ってきて、でもアリさんにの長い歴史にいろいろ学べることがあるんじゃないかと。なのでこういうちょっと万博アリさんでも作ってですね、作るというか、はい、皆さんと何かみんなで探求するみたいな、市民が探求みたいなこともできないかなってことをちょっと西森さんとは考えています。あ、ちなみに明治大学の先端数理科学インスティチュート、ミムスっていうところと、最初の頃やっぱり毎週のように、最近は隔週でいろんなこの命を高めるに至ってですね、どんなことができるかなというお話を実はしていたりします。ご興味ある方、これ全然開いてますので、教えてください。はい、そしてでは最後、この後みんなで議論してきますけれども、命若造プロジェクトから、日本医科大学2年の小島由依さん、副代表ですね、若造の。若造というだけあって若いんですが、多分今回の登壇者の中で一番若いですね。はい、でもぜひぜひちょっと小島さんのお話も聞いてみたいです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。今年度学生団体命若造プロジェクトへ若造副代表しております日本医科大学医学部2年の小島由依と申します。よろしくお願いします。私からは命のペイフォワード、命を守り合う循環と題しまして、私が所属する若造の活動団体活動概要に関してお話しさせていただきたいなと思います。若造は、若者の力で命を守る社会を作ることを目指す医学生を中心に構成された団体、命若造プロジェクトの一プロジェクトチームであり、誰もが命を守り合う新たな未来を創造するというミッションをもとに、社会に大きな変革を起こすことを目標に活動している団体です。現在は特にデータヘルス分野に取り組んでおり、大阪関西万博を起爆剤にヘルスケアに新たな風を吹かせることを目標に活動しています。若造は万博誘致の段階から、万博誘致に貢献してきた団体であります。2016年、この頃はまだ日本や大阪が万博誘致を掲げてなかった時期なんですけれども、その頃に大阪万博誘致若者100の提言書、松井元大阪府知事に提出、2018年には日本代表団の一員として当時の若造メンバーが BI 総会にて万博誘致のプレゼンを行いました。2019年にはそして大阪万博の誘致が決定して、その後の活動としては、2019年に有識者ワーキンググループにてウェルビーイング中心の万博の提言などを行ってきています。次に、若造が今後目指す未来像についてお話したいと思います。コロナ禍においてさまざまなコロナに対する対策とか取り組みなどがなされてきていますが、適切なデータの活用によってより多くの命が救われるというデータの可能性に希望を感じたともに、データの適切かつ有効な活用において重要なデータの共有に対する理解や仕組みがまだ不十分であるという現実、この2つの現実を実感する機会が私自身多かったように感じます。感染者数の推移のグラフだったりとか、病床逼迫数の数字、ワクチン接種の進捗度合いなど、私たちは日常の中でデータにたくさん触れて、データをもとに判断するということが多いと思います。そのようにデータの重要性自体は社会の中に浸透していると思うんですけれども、
人々の能動的なデータ提供が社会の中でスタンダードになっていないように、データ共有の重要性についてはまだ社会の中で浸透していないのかなと考えています。私たち若造はこの要因として、私たち市民、一般市民が自分の提供するデータは一体どのような形で社会に役立っているのかを知る機会が少ないため、自分がデータを提供する重要性を実感する機会が少ないからかと考えています。そこで市民がデータ提供に関わって、そのデータがどのように活用されているのかを実感する場所、データを社会の中で共有することの重要性を実感する場所を創造すべく、命のペイフォワードという新たな社会システムを掲げています。と、命のペイフォワードとは何かっていう話に移るんですけれども、命のペイフォワードは、多くの人の中で親切の輪が広がっていくことを意味するペイフォワードという言葉から作られた名前で、市民の誰かの命を守りたいという思いから、市民で命を守り合う社会を実現させたいという思いから、このように名付けています。献血で、ちょうど献血のような感じをイメージしてもらえると一番分かりやすいと思うんですけれども、献血で誰かの命を守りたいという思いから自分の血液を提供するように、人々が自分の命を、誰かの命を守りたいという思いから自分のヘルスケアデータを提供し、これによって集まったヘルスケアデータが研究や開発など社会の中でさまざまな形で生かされて、社会全体で命を守り合うことができる命のペイフォワードは、市民の命を守り合う社会の実現を目指したシステムになっています。このスライドは、命のペイフォワードで目指す社会の全体像を表したスライドになっています。このスライドにあるように、この命のペイフォワードは、市民の誰かのために自分のデータを提供したいという思いからスタートするシステムになっています。そのデータが企業や大学など研究機関などで、誰かの命を守るための研究だったり活動で生かされて、誰かの命が救われる、またそこで生まれた新たな技術やサービスによって回り回って結局は自分の命も救われる、このような大きな命の守り合う循環を社会の中で見出していきたいと考えています。の大阪・関西万博のタイミングでは、このスライド規模の大規模な実証実験を目指しています。万博をきっかけに命のペイフォワードを体験してもらって、いろいろな分野にこの仕組みを生み出していきたい、誰かの命のために自分の命も大切にするという新たな価値観を生み出したいと考えています。命のペイフォワードの社会実装、また2025年の大阪・関西万博に合わせた大規模な実証に向けて、若造は今年度から実証実験に取り組み、万博までの間仮説検証を繰り返してまいります。今年度の実証実験の説明をさせていただきます。2021年度の実証実験は、グレートサンタランというイベントで行うことを検討しています。サンタランは、参加費の一部が長期入院の子どもへのプレゼントになるというチャリティーランイベントです。サンタランでは、スライドのような流れで実証実験を行う予定です。まだ臨床審査の委員会の承認待ちというところで変更があるかもしれません。ご了承ください。ご協力いただけた参加者様に、サンタランで走る前にウェアラブル端末を装着していただきます。そして20メートルほど走っていただきます。そのランニングフォームの計測に加えて、運動と関連があると考えられる因子についてアンケートで調査を行っていきます。ウェアラブル端末で計測されたランニングフォームに関するデータは、サンタランで走る前にお渡しするため、当日のサンタランでのランニングにも活かしていただけるようになっています。またサンタラン後には、フォームのデータとアンケート結果を解析して、その結果を参加者様に後日フィードバックするという形を考えています。市民参加型のデータ共有を基盤とした命のペイフォワードの実証実験は、多くの方々のご協力があって成立するものです。来年度以降も、さまざまな職種分野の方々にご協力いただきながら、命のペイフォワードの実証実験に取り組んでまいりたいと思っています。そしてこのスライドにあるような命のペイフォワードの輪を、どんどん大きなものにしていきたいと考えています。若造は、命のペイフォワードで生み出される命を守り合う循環で、命輝く未来社会をデザインしていきます。本日は中島先生をはじめとするさまざまな分野で活躍されている皆様と、命が高まる未来社会について熟議させていただきますことを大変楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。
中身が結構難しかったですよね、きっと。手話のでもどうしようみたいなところがあって、すごい面白いと思いながら見てました。ちょっと時間ない中で結構時間早めにやっていただいてありがとうございます。そうなんです。このようにですね、結構前からいろんな人たちが万博を機会にいろいろコークリエーションするっていうので、やっていて、未来を作るっていうのは、私は例えばプロデューサーに任命していただいたんですけれど、全然プロデューサーだけがやるとかではなくてですね、むしろみんながやっていく仕掛けをみんなで考えるということだと思っています。ということで、わた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 やっておりますけれども、ここから結構もう自由にお話ししていこうかと思いますね。何かありますか、小堀さん。やっぱり今回大阪の万博って2回目じゃないですか。そうですね。で、最初大阪は1970年、僕が生まれる前にあったんですけど、その時に人類の進歩と調和っていうテーマだったんですよね、うん、で、丹下健三がお祭り広場を作って、それを突き破るように岡本太郎が塔を作ってですね、人間は全然進歩なんてしてねえよみたいな感じでね、岡本太郎が作ったんです、ね、で、今あそこに会場に中島さんと行った時に、本当に岡本太郎の塔はずっと残ってるんですよね。やっぱりみんな、やっぱりそっちが本質だって気づいたみたいな。で、今回、テーマが命ってなった時に、またより難しいテーマになったなってちょっと思ってまして、やっぱりこう建築なんかも建築の箱だけ作っても意味がなくて、そこにこうどうやって命を入れるかとか、どう活動を作るかとか、では我々建築の設計屋もですね、もうすでに全てをデザインしていかないと、やっぱり箱だけ作っても何の意味もないっていうのが分かってきたんですよね。だから、うん、そういった意味で今回この CIC さんのお仕事をやった時にですね、もう一番驚いたのは、この場所を作る前に先に OS を作ってるっていう、その活動そのものがもうデザインされてるっていうことと、場をセットにしてこう運用を始めてるっていうことも含めて、結構ね、大事だなと思ったんで、中島さんとはずっとですね、まあ、闇鍋会議があってね、いろんな人があって、はい、まあ、それがすごい大事だなと思って、ね、はい、ちょっと今日面白いなと思ってました。はい、はい、ね、その建築はだからその箱を作るだけじゃダメだよねって、本当におっしゃる通りだと思うんだけど、コロナで特にそれが明らかになりましたよね。っていうのは、うん、まあ、コロナの結果としてやっぱりオンラインあるいはリモートワークがすごく普及をして、それ自体は僕すごくいいことだと思うんですけど、はい、まあ、別にオフィス行かなくてもいいじゃんって、うん、っていうふうに思う人がまあ少なくとも何割かいる。じゃあ逆に、まあ、オフィスとかあるいは、イベントスペースとか、オフラインでリアルでその場に行くことって何のためだっけと、行くと何かいいことあるんだっけっていうことに、建築家もあるいはイベントオーガナイザーも答えなきゃいけない。そうですね。で、その答えるハードルは以前よりだいぶ上がっている、うん、っていうのは昨年の10月にその CIC 東京っていうリアルな場でイノベーションを起こそうっていうコミュニティを作った我々もすごく痛感をしていて、うん、まあ、だから日々実験しながら、うん、でもやっぱりリアルの場でしか起こらない、まあ、新しい出会いとかセレンディピティってたくさんあって、そここそが大事だなっていう、なんか我々は確信に近いものをすでに持ってるんですけど、でもそれって世の中でまだ常識になってないじゃないですか。っていうのは建築家がぶつかってるある意味でチャレンジと一緒なんじゃないかなっていうふうに、うん、本当そうですよね。やっぱり先ほどね、あえてオフラインにこだわってるっていうのは すごいチャレンジングだなって思いつつも、それを実行している話っていうのは、まあ、まさにここ社交場だなと思ってて、そうなんか、はい、いや、あれ、なんかやっぱり人、結局バーチャルを使ったとしても、やっぱその先に人がいたり命があるっていう有機的なものの一部だけがね、こうやって今届いてて、ただそれによって広がった世界もあるから、そこは本当すごいと思うんですけど、でもやっぱりこのね、生身のこの感情を忘れたくないというか、で、ちょっとあれですけど、ダイアログさんなんかもね、やっぱり結構、ちょうどこの中で、オープンになってミュージアムが、ね、渋田さん聞こえてるかなと思いますけれども、大変だと思うんですけど、この間でもオンラインのワークショップもやらせてもらって、実はすごい面白くてですね、目が見えないヒヤマッチさんと一緒に、そう、ヒヤマッチさんもちろん見えてないんだけど、
私たちがこう見えない女優を体験するというオンラインのズームでのワークショップやったんですよ。むちゃくちゃハードル高いですね。いや面白かったです、うん、なるほど。子どもたちも結構参加したりやってるみたいで、見えない人ともやるみたいで、なんかやっぱり感覚が変わるというか、うんうん、オンラインでもできるなって思いました。まあ、ある意味その身体感覚を研ぎ澄ませるっていうのが、そのダイアログさんがやってきたことの一つのなんかこうエッジだと思うんだけど、でもそれがそのオンラインだとものすごく制約かかるわけじゃないですか。だから逆にそこをどう乗り越えたのかっていうのはすごい興味あります。このあたりなんか志村さんちょっと一言いただけたりしますか。本当にねこれ大変だったんですけど、なんとかしなければと思ったんですね。子どもたちが学校に行けなくなったというふうに知ったときにですね、これオンラインでつなげてみようと思ったんです。で、私実はすごい方向音痴なんですね、そもそも。で、目が見えない人と一緒に歩いているときに、目が見えない人たちの方が道を覚えるのが早いんです、私よりも。で、どうやって覚えているのかを聞いたときに、まあ、いろんな覚え方があるんですけど、その覚え方を私たちが聞いてみたら面白いなと思ったんです。でそれをですねこう提供できるといいんじゃないかと思ったところから始まったんですけど、感覚マップというものを作ってます、ね、今はい本題、はい、それをお答えいただきましたよね。体験しました、はい、あとなんかカレンダーをなんかその目が見えない方はこういわゆるこうめくっていくカレンダーのイメージじゃなくて、ずーってこう絵巻物のようにつながっているふうに捉えているらしいというお話も結構面白かったです。数字カレンダーというものを頭の中に入っていて、1月1日の、まあ、元旦の日が何曜日かが分かっていると、あとはもう自分の中でその曜日と数字がこう頭の中に入ると、もう大体1年間の何曜日は分かっているし、それからまた来年の何月何日何曜日は分かるんですよね。ただそれは私たちのように日めくりとか月めくりのカレンダーではなくて、もう巻物のように数字がずっと並んでいる頭の中に入っているんだっていうことを伝えてますね。あと水なんかも、そうです、そうです。で、水なんかも 3D で動いてますので、平面ではないんですね、頭の中が。ですので、立体的な頭を持っている人たちなんだなっていうふうによく思ったりします。3次元ですね。音楽家で目が見えない方はすごい多いんですけど、数学者にも実は多いことが最近すごいよく分かってきて、大体幾何学者、そうですね、物の形とか次元とかそういういろんな何次元の何かとかを考える人たちに比較的多いんですよね。たくさんいらっしゃるんです。なんかどう捉えてるんだろうというのが面白いで、やっぱり前一緒に目が見えない方と一緒にジャズと数学の夕べっていうイベントをやらせてもらって半年ぐらい企画して、本当面白くて、やっぱり皆さんすごい触って、あ、ここがあれだねとかって言って数学的な模型とかをちょっとなんか触ってもらったりしてたんですけど、すごいよくわかるんですね。私がなんかよくわからないんですけれど、すごいなんかねその辺の感覚の開き方が面白いなと思ってました。まあ、一つの感覚に障害がある方って多分別の感覚を、ね、まあ、超人的に研ぎ澄ませることで、うん、補ってることがやっぱり多いでしょ。その通りだと思います。それが数学者だとどうなるのかとか、音楽家だとどうなるのかとかって研究していくと、はい、それはまた大変なんか深遠なテーマになりますよね。そうですね。なんかその違いがでもね、面白いっていうか、なんか、それこそ虫さんとかもなんか見えてる世界が私たちとちょっと違ったりするじゃないですか、きっと。音とかも聞こえてる波長域が多分違うとか、見えてるものが違うとか、まあ、虫さんとかになるとちょっと遠いかもしれないんですけど、でもなんかそういうその違いが開いてくれるって面白いですよね。ちなみにさっきのアリさんの話で、はい、周りが怠けてるとかってどう認識をしてるんですかね。うん、怠けてるアリは周りが怠けてるぞって思うと多分こうスイッチが入るみたいな話だったと思うんですけど、今のスリーモデルでは全西森さんなるべく前に近づいて喋ってください。ミュートの解除を、あら、あ、はい、聞こえますか。聞こえます、はい、だから今のスリーモデルでは全体の餌が減ってきたっていうことを知るんです。だから餌が減ってきた
ということを通じて他の人が働いてないということを知るということで働き出すということですね。だからそういうようなあの情報は実はほんまもんじゃないんじゃないかと疑ってるんだけど、うん、それからもう一つだけ言わせてください。あの志村さんの話 の, あの月をあの、タライの中に取るっていうのをあのこれ小林一茶のあの月を取ってくれろとなっこかなっていうあの背景を出しました。あのこれまさにその答えじゃないかと、あの目に見えない子にもそういう月を取ってあげたっていうことですね。これはなんか非常に示唆的なものだと思うんですけどね、うん、あすいません他に思います。いやもう自由討論など自由なんですけど、あのアンケート結果でもちょっと見てみますかね。あの私たちその多様性とかインクルーシブっていうのもすごい大事にしてるんですけど、もうみんながみんな創造性に本当は溢れてると。 でもだんだん大人になるにつれてそういうなんか時々ね生きる喜びというか、そういうの何かを作れるんじゃないかとか未来に関われるんじゃないかっていう意識ってちょっとだんだん生きてると薄れがちなこともあるじゃないかと思うんですけど、なんかでも創造性のハードルを下げるというか、なんかみんなができるとか喜びになるようなこと、ね、建築家なんて創造性、ね、だからねやっぱり我々建築とクライアントって関係性の中で、はい、うん、なんか特殊能力だと思われるんですけど、はい、でもみんなそれぞれ実はね自分の家設計してるはずなんですよ、ね、本当はそうなんですね。ただ単に僕らある技術を持ってるだけで、はい、創造性は多分みんなあって、それがねうまく化学反応を起きるような仕組みをデザインするってことも非常に重要だなと思いますよね。楽器とかも同じですね。なんか楽器を弾くのってちょっと難しいけど、本当はみんなの中に音楽あって鼻歌とかね、そうそう、なんか多分生まれてくるので、なんかその辺が例えばテクノロジーとかもうまく利用したり、必ずしもテクノロジーっても電気使わなくてもいいかもしれないし、なんかいろんな知恵でなんかこうみんなが作るを楽しめたらと言ってる中で、でも皆さんが答えてくれたものがちょっとあるのでちょっと見せますね。このアンケートのツールも昨日から使っているので、ちょっと使い慣れてない中での共有なんですけれども、うん、今あなたは創造的だと思いますか？さすがわからないですけど、ここに来られている方結構皆さん創造的だと思っていただいてて、うん、8割がそう思う。日本人の平均からすると相当ポジティブですね。相当ポジティブだと思いますね。あまり思わない、全く思わないは誰もいないっていう感じですね、うん、はい。でも、まあ20% の方は言ってる。で、何かインスピレーションを得た場所を教えてください。これ、小堀さんからの質問ですね。うん、山とか、なんかいろいろありますね。やっぱりこうやって見るとね、やっぱり自然だったり、人だったり、子供だったり、やっぱり何かこう変化するものと向き合ってる時なんですよね、意外とね。うん、やっぱりそれってすごい重要だなって、ちょっと。太陽の塔も出てきました。はい。古墳群を見下ろした時、うん、だから僕らが建築を設計するときって、そこに来ると何かに気づくっていう場所を作りたいなって常に思ってて、うんうんうん、そういうことが可能だと思ってるんですよね。うん、だから窓、自然があったときに、自然をそのまま見るよりも、家を建てて窓を作った方が、よく自然を見るんですよ。はい、なるほどね。そういうのってすごく重要。時には枠を作ると。そうそう。僕最近カメラに真剣に取り組み始めたんですけど、やっぱりカメラの、まあ、デジタルのファインダーを覗くようになってからものすごく自然に敏感になりました、うん、なるほど。やっぱり観察をするんですよね、うん、カメラもあのちっちゃい世界ですもんね、ある意味で普段こう見えてるのにあの世界から見ると、ね、今まで気がついてなかった緑のグラデーション、多分今まで3種類か4種類ぐらいのグラデーションしか見てなかったような気がするんだけど、今はもう10種類以上見てる感じがするんですよ。あでも音楽とか、うん、音楽の場合は限定してるのか分かんないけど、やっぱり聞こえてくるとか見えてくるっていう感覚ってありますよね。今まであったんだけど気づいてなかったものに気づく瞬間みたいな、うんうん、ありますね。ありますね。そう、皆さん海とか確かにいろいろですね、うん、同然でも私あの小堀さんのあのアベイラブなスペースだから目的がこう決まってる部屋とかが最近は多いけど、だいたい効率よくここは台所とかここは寝る場所とか、ね、だから機能性ってね、うん、まあ、携帯機能に従うっていう言葉があるんですけども、はい、ただ機能性って広がりがないんだけども、自由空間になった瞬間に、うん、まあそれは
インスピレーションの塊なんですよね。だからやっぱり都市っていうのはそれぞれ自分の才能を見つける場所になってほしいなと思うし、ここなんかそうですよね。そうですね。ここは結構皆さん、自分の居場所を探し、自分の使い方をなんかこう発明するっていうのをみんな結構やってる気がします。そうですね。だからそれはやっぱりある意味広場に近いっていうか、まあ、そういうような場所になって、をやっぱり我々は設計していかないといけないなって常に思いますよ ね、 社交とか社交ですね。あと交換っていう言葉も私も好きですけど、うん、なかなか難しいけど、喜びと書いて感で交わり喜ぶみたいな、うんうんうん、なんかね、そういう場を作っていけばいくほど、今コロナ禍でなかなか会えないけど、うん、でもだからこそますます大事になったり、うん、だから無駄なものっていうものをどう共有、ね、我々無駄なものを作っちゃよく怒られるんですよ無駄なもの、ね、皆さん無駄なものが大事どう思うかについてとか書いておいてください。どんどん皆さん聞きながらどんどん書いてください。でも無駄のない人生なんて、はい、こんな味気ないもんなくないですか、ね、無駄を思うと考え尽くした方がいいと思いますね。無駄を真面目に考える、無駄を真面目に考える、無駄を無駄と思わずに、というのは無駄ということをもっと大真面目にみんなで考えたらいいと思います。うん、ね、ミムスとの会議の中では、だから命とか創造性にとって一番大事なものは何だろうみたいな話をみんなでしているときに、その揺らぎのある遊び、だから遊びってある種日本語って結構余白みたいな意味もあるじゃないですか。なんかそういうちょっと無駄なもので、それも揺らいでる、もうこれって無駄、これは無駄ですとかって決まってるというよりも揺らいでるもの、なんかそれがないと結局なかなか創造性も生まれないし、命も実は結構多様性を失っちゃって、なんかこうちょっとしたことがあったときにやられてしまうというか、実はそういう、ね、ものは大事だと。はい。だからみんなサボろうってみんなでなるとあれかもしれないけど、さっき梅田さん書いてましたが、はい。でも時には確かに全員でサボるっていう時もいるかもしれないですよね。うん、はい。サボるとか遊ぶとかなくなったらね、だって どんどん多分、こう、なんだろうな、割とルーティンワーク的な仕事、ホワイトカラーの仕事も含めて、どんどん機械化されていくんですよ。うん、で人生は長くなるんでしょ。ってことはだから可処分時間はどんどん増えるわけで、その時に、いや、無駄は一切ない人生って言ったらどうするんですか、僕ら。確かに、そう、もう遊ぶしかないんじゃないって、まあ、僕は思ってますけど。最近ズーム会議が相次いで1分の無駄もないみたいになって死にそうになってる。あ、まあそれは死にそうですね。それもそしたら僕なんかデジタル想像的になれない感じですね、はい、そうなんです。なんかでもやっぱりそうですよね、そういうのすごい大事だな。でもう一つ、今ちょっと画面変えました。どんな時に命が高まると感じますか。先ほど志村さんの方からいろんな皆さんの答えがありました。ちなみに小堀さんたちと闇鍋で話している時、ある日行ったらですね、小堀さんたちが昨日の夜ずっとみんなで命がどんな時に高まるか考えてたら、それは恋愛だという話になっていたというので、なんかみんなで結構盛り上がった回がありましたね。でも恋愛は落ちるっていうのもあるんじゃない。落ちる、そう。川瀬直美さんから言ったら、いや恋愛は落ちるものだと思ってましたって直美さんに言われて、確かにと思いながら。恋に落ちる。はい、深いですね。深いですね。ちなみにでも小島さんどうですか。どういう時に命高まりますか。どんな時に命が高まったと思うか。いや、命が高まる。はい。私恋愛はないんですけど、私自身思ったのは、そうです。なんか社会の中でなんか自分の存在意義とかを感じた時にすごい感じるなって思ってて。なんかそういう時どういう時に感じるのかなって考えた時に、なんか自分がいつもいるところじゃないところに行くと、なんか自分が今まで気づかなかった自分の一面に気づくなって思ってて、なのでなんかいろいろな人と関わっていく中で自分の命は高まるのかなって考えてます。なんかでも確かに関わる、誰かに関わって何か確かやっぱり喜んでもらったりすると高まった気持ちしますよね。ねえ、そう、ここにも新しいアイディアを考えついたとき、数学者の方は、そう、ラーメンライスね。ラーメンライスね。ジュースの局長のマトモ先生が、ラーメンとライスを、で、こう、箸を乗っけた瞬間に、それまで溶けなかったものが、その形を見た瞬間に、ひらめいたらしくって、もう一生の中でラーメンライスの瞬間を忘れないっていう話を、その時にすごいしていただいて、うん、みんなで、おーってなって、
ラーメンライスがすごい印象に残っています、はい、ちなみに中島プロデューサーの答えは何ですか？え、私ですか？確かに聞いてばかりでまだ考えてなかった。でもやっぱりなんか何か関わった瞬間、なんかジャズなんかそれこそその刹那の瞬間の嵐というか、失敗することもあるんだけど、でもずっとそのライブでその瞬間をこたらえながらやり取りして、うん、そうで、なんか違ってもいいんだけど何かこう つながれたと思ったりした瞬間って、それ別にジャズだけじゃなくて、なんかそれこそ闇鍋もね、今もそうで、今それこそね、皆さんは一方的にこっち喋っちゃってるけど、こうやってチャットとかこことか、あと今回ズームミーティングだから、やっぱ皆さん顔出していただいてる方もいるので、やっぱり人と人がつながった時なんですよね、これ。そうですね。やっぱりあのライブ、今回あのプレイフルライブ、ライブスじゃないですか、ライブスで、ライブっていうことのパビリオンなんですね、今回のやつは、中島館って。あの、いろんな技術もあるけど、ライブって、で、僕らはライブって、どういうことだろうってずっと議論してて、でライブスなんですね。で生きるっていうライブ、ね、やっぱりライブって言うと、ね、音楽っていうのもライブだし、そうですね、ライブって何なんですかね。よくライブやってますよね。はい、そうですね。趣味で DJ やってるんで、そういう意味では、はい、ライブよくやりますし、まあ、あとこの CIC の今日のセッションとか もう極めてライブというか、もう結構なんか、あの、ジャムセッションに近くなってる感じがするんですけど、だいぶ失敗もあったりしてますが、はい、まあ、多いですよね、はい、ちゃんとつながってグルーブ出てますかね。そう、でもオンラインのすごいの、はい、私一つオンラインでいいなと思うの、喋ってると本当なかなかこう重ねられないじゃないですか、私が喋ってる時とかなるとね、難しいけど、チャットって音楽に近くって、どんどんみんなが重ねてもいいし、それが別に邪魔しないし、なんか行ったり来たりできるし、誰が別にあれってことなんで、ジャズなんかでも観客の人がこうご飯食べたりしながらとか、はい、動いたりとか、うなずいたりとか、そういうのはやっぱり全部関わってるんですよね、音楽に。だからなんかね、そういうのが、でもそれがなんか、それこそ昨日あのアニメインザダーク私見させていただいてて、なんかあの、そう、やっぱり私たち割と視覚情報にもよってて、結構うなずいたり笑顔だったりとか、ただやっぱそれが耳とか雰囲気でわかる、あの辻井伸之さんに私なぜかインタビューさせていただいたことがあるんですけど、彼もやっぱり言ってましたね、もう雰囲気はものすごいわかるらしくて、そう、あ、なんか その辺の感覚、あのアニメインザダークすごい面白かったですよ、あの音で全部あれ聞いてて、どこっていうのもすぐ分かって、多分ちょっとした呼吸とかも分かるんだろうなと、そこまで自分が聞けてるかなっていうと、音楽やっててもやっぱりそういうのってすごい大事なんですけど、なかなか特に忙しくなってきたりすると聞こえなくなったり見えなくなったりね、そう、なんか僕ら視覚のこうなんでしょうね、情報だけものすごく溢れていて、でしかも高精細のものが、まあ、どんどんほっといてもオンラインで入ってくるじゃないですか、でそれでなんかみんな見たような気になってるんだけど、うん、音的に言うとやっぱりデジタルなんてだいぶ劣化してるんですよね、で、視覚と聴覚以外の感覚ってほぼなくなっちゃってるわけじゃないですか、いや、なので僕、最近特に思うのは、視覚以外の感覚は絶対研ぎ澄ました方がいいと思う、それこそがなんかこうデジタル時代の、あの一つの生き物としての人間の、あの人間が、ま、高めるべき、かつそこで勝負すべき、なんか能力のような気がするんですよね。なんか、もう若い人たち多分、それこそデジタル、アナログの区別ってあんまりないものですか、若い人として、若造さんに。いや、でもなんか、はい、私自身結構、大学のオンライン授業とか始まったりとかして、はい、あ、通学がないから朝起きるの遅いし楽だとか、なんか授業も自分の好きな時間に起きるから楽だとか、なんか無駄がないなって、さっき無駄って話も出てきたと思うんですけど、やっぱり私自身、なんか休み時間とかに友達とくっついていたりとか、ベラベラ喋ったりとかしてる時間があったからこそ、なんか勉強とか楽しいなって思ってたかなっていうのがあって、やっぱり近くから入ってくるもの以外の雰囲気だったりとか、なんか手で触った感覚とか、そういうなんかぬくもりっていうのは、なんか人間にとってすごい大切なんだなって実感してます、若者でも。ですよね。なんか余計な話ばっかりになっちゃうけど、あの、ペチッペチッってこう、スライムとかを、スライムが今世界で流行ってるけど、あの音とか、そう、ASMR とか、あとあれの匂いとか、
ああいうのをなんか YouTube とかで出してる若者とかも多いじゃないですか。面白いなって思って、なんかやっぱりみんな五感にすごく、逆にものすごく研ぎ澄まされつつあるというか、渇望してるってことですね。研ぎ澄まされるっていうよりも、そうですね、多分足りなくなってきて渇望してるっていう感じなのか、ね、すごく、すごい気になったんだけど、要するにうまく流れなくて滞留するような場所を作って、わざと近くに人を押したりするような、なんかそういうような、まあ、実際触るわけではないけど、感覚的な触覚に近いものが働いてるんじゃないかと。つまりすぐ近くに何か壁があるとか、曲がり方まっすぐ行けないとか、それは拡張した触覚みたいなものではない、必ず近くでは、必ずしも近くではないような部分があって、非常に興味深く思いました。舞子学院大学っていう大学って本当にアリの巣みたいな空間になっていて、はい、いろんなとこに穴があるみたいな感じなんですね。でこれ面白いんですけど、人間ってこういう大きい空間が好きな人と、吹き溜まりみたいに端っこが好きな人と、さまざまで揺らいでます。それぞれが選択していくんですよね。だからやっぱり均質空間っていうのはやっぱり、ね、人間をダメにしていくような気がして、でやっぱりこうデジタルもいいんだけど、うん、その何かこの仕組み自体にみんながこう影響されるところから一歩引きながらも、うん、多様な参加の仕方っていうのを許容していくツールがね、うん、もうすぐできるかもしれないけど、ね、やっぱりそれはなんとなく人間って何かで感じてるんですよね、空間を。うん、それは僕もわからないんだけど、ね、本当に触覚みたいなもんなのかもしれないですね。はい、うん、いや面白い、うん。前も話したけど、防災の観点では非常に悪いんだけど、それでもなんか滞留するような人が近づかざるを得ないような、うん、もので、しかも安全なものができればね。そうなんですよ。結局路地っていうのも結局防災の観点から言うと危ないから、危ない、消防車が通れるように全部しちゃうんですよ。って、うん、ね、火事に起きた時に危ないからね、うん、だから全部拡張していくんだけど、やっぱり面白いとして、うん、海外旅行とか行ってもなんかそういう路地裏とか行きたくなるでしょ。路地裏、確かに。だからああいうところに何か秘密があるような気がするし、まあ、そういうものって本当にまだに、ね、やっぱり人間ってそういうもんなんだろうなって気がしましたね。なんかそういう環境についてちょっと志村さん、今の話で何かありますか？環境ですかね。危ないかどうかも、路地でもぶつかるところでも見えない人として好きなんですよね。そこが把握できやすいからって言うんです。で、なので、危ないところっていうのが私たちは違うんだなと思ったりするんですね。で、もうちょっと面白いのは、迷子の音っていうのは彼らは知ってるんですよ。真っ暗闇の中で、まあ、いわゆる健常者っていうか目が見える人たちが迷子になった時あるんです。そうすると、だいたい迷子になってるなっていうのが分かって、助けに来るんですね。で、どうやって助けに来るかというと、音が、いや、普通は、私たちからすると迷子になったなってもう分かんないんですよ。コース外れてるなと思うけど、ちょっとまだ探してみようかなと思って、ドキドキしてるけど、まだ言えない言葉になって。でも、助けに来るんですね。で、どうしてかったのっていうと、絹ずれの音が、さっきよりも早くなったとか、小刻みに歩いてるよとか、貸してある、まあ、白い杖をついてもらう白杖を、白杖のつく音が小刻みになったよとか、あとは呼吸の音がちょっと回数が多くなったとか、体温が上がったっていうんですね。それで迷子になったと思ったっていうんです。で、それは迷子をやっぱり自分も体験してるんでしょうし、人をいっぱい見てるんでしょうね。自分もだけど、相手のことも。で、路地とかそういうところは、たまってくれた方が逆に救いやすい。けど、面白いのは、冒険してる人は大股で歩くので、これ助ける必要がないと思うんですって。だけど、小股で歩いてる人のことは助けに行くっていうんですね。これやっぱ迷ってるからって。で、自分たちも、路地に行った時は、また戻ればいいと思うから、助かって歩くことができるんだっていうんです。ですので、いろんなところの目印が、私たちが考えて危ないのと、ちょっと違うのかもしれないなって。身体感覚と作っていてような、人が作った構造物を駆使しながら歩いたりとかしてるんだろうなっていうようなことを思ったりします。
なんかその温度まで感じるって、でも確かに感じてるんでしょうね。本当私たちも感じてるんだと、なんかね、あの、いや、これでもやっぱ面白いですね、このシフト。あの、いや、ある意味で数学のおかげで、あの、フーリエ解析があって、こう、音と視覚はこう、遅れるから、今こうやってね、まるでいるかのように喋れてて、これはすごいことだとは思うんですけど、なんか匂いとか届けられないのかなとか、触覚届けられないのかな、今、研究進んでると思うんですけど、でも逆に言うと、これやっぱり偽物で、ね、それで似せてるものが見えてるだけで、やっぱり相当失われてる情報があるじゃないですか、匂いも温度も。そう、なんかね、その両方、なんか、技術が開いてくれる可能性と、なんかそこで見失いかねないものはちゃんと見ていかないといけないな。それはなんか未来社会をどう作るかっていう具体的な話の時も感じていかなくちゃいけないことだなと思いました。はい。ね、残り、あの、一応予定時間としては5、6分しかないんですよ。もっと喋りたいなと思うんですけど、ただ、さっき最初に書いたようにですね、これ、あの、一応公開予定、このまま公開できるのかちょっとわかんないんですけど、あの、公開予定ですと。なので、でも問題ないよという方は、ぜひ、あの、喋っていただいても、特にズームで、あの、声出せる方は、質問とかしていただいてもいいですし、そうじゃなくて、どんどん皆さん質問書いていただいてもいいですし、もう意見とか、自分は、あとですね、やっぱり、こう、今後どうしていきたい、こういうふうに喋る、こう、今みたいに揺らいでる時間、すごい私も大好きだし、大事だと思うんですけど、じゃあ何しようみたいな話とかも、なんかより具体的に、そしたらもう万博、なんかちょっと言葉は悪いかもしれないけど、うまく利用するというか、こういう万博っていう概念とか、STEAM っていう概念も、あの、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アーツ、マスマティクス、世界で今広まってますけれど、こういう概念をうまく活用して、なんか自分たちが描きたいもの、本質はこれが本当は大事だと思ってたけど、今の社会だとできなかったみたいなことを、なんかちょっと試す。で、そこの時にこういう場があると、今まで多分知らなかった専門分野の人とか、あの、闇鍋も面白かったのもね、全然違う人たちが。闇鍋でね、はい、あの、いろんな人、又野先生とかも入ってもらって、そうですね、本当に面白い話がどんどん入ってきた。あれもズームとオンラインでハイブリッドやって、ハイブリッドでやってましたね。それの今回拡大版みたいなもんなんで。公開版。公開闇鍋。闇じゃない。闇じゃなくなっちゃったけど。闇じゃない。公開鍋でいきましょうか。はい。公開鍋。どうでしょうね。皆さん、喋っていただいてもいいですし、書いてもらってもいいですし。ハードル高いかもしれないけど。ちょっといろんなコメント欄があるので。あ、ちなみに、クラゲ館では触覚、嗅覚、味覚も楽しめますかと。触覚は、まあね、コロナのことがあって、いろいろ考えながらも、やっぱり触覚ってすごい大事にしたいんですよね。そうですね。肌触りとかね。そう、肌触り。何かに近づいたって私たちわかる。じゃないですか、うんうんうん、あの感じをやっぱりなんかこう出したい、うんうん、味覚は衛生面があるから分かんない違うパビリオンであるんですね、 そうですね、ちょっとこのシリーズにもいつか他のプロデューサーも出てもらえればと思ってますけど、うんうん、小山君堂さんのところが食テーマにやってて、で、ね、まあ、でも他でも私たちもね、うん、なんか音を食べるとかいろんなそんな話も出たりはしてますけど、そうそうそう、音はね、結構キーワードですよね、今回ね。そうですね。すごく聴覚も、ね、聴覚、視覚、いろんなものが。意外にみんな意識してないですからね。うん、そう。あ、でもまだ皆さん、おとなしめでございますね。場所を認識する感覚って一般的には、一時情報は視覚ですが、どういうものが重要なんでしょうかね。あ、なんかせっかくなので、あの、発言するとですね。ぜひぜひ。来ましたね。これ、はい、オンラインもそうなんですけど、あの、はい、結構多分帯域をものすごく削られてて、でも音って耳でも聞くし、うんうん、耳は 20kHz にしか聞こえないけど、皮膚はなんか無限に聞こえたりするらしくって、なんかだからでもほとんどの音は実は体で聞いてたりするので、なんかオンラインってなんか結構あのその枯葉を踏む音とかを聞くとなんか健康っていうか免疫が高まったりするらしいんですよね、カサカサっていう超高周波を聞くと。で、なんでもみじ狩りに秋に行くかっていうと、冬のその、あの、伝染病に備えてたとか、あるので、なんかそういう僕は高周波聞きたいです。そうなんですよね。私たちが耳では聞こえてなくても感じてるものって絶対あるはずなんですよね。今、効率よくその聞こえないところはカットしてるから、こういうのを送るときに。結局、コンピューターってものすごい情報は扱えるけど、無限は使えないから、
でも私たち多分もっと無限に近いものを扱ってるはずなんですよね。そう、ただだからこそなんか思いとかそういうのもなんか乗っていくことで補完するんだろうなと思うんですけど、なんか勝手にちょっと、はい、でもそうなんです。なんかそうね、コウモリのあれ、あのコウモリの聞いてる高周波を捉えられるやつがあるらしくて、高くてしかも東ヨーロッパにしかなくて、結局まだ私変えてないんですが、あのそういうのでね、聞こえてない高周波を見えたりとかはできたら、何かそれがね、確かに健康とか一見なんか何のためだろうってなるかもしれないけど、まあ前ね、あのフランスの南フランスのルトノレっていうところで、すごいあの石造りの建築なんですけどね、そこ行ったんですよ、うん、写真ではよく見てたと。でそこで一人の女性が歌ってたんですよ。でそれがね、反響して石だから、うん、もうその空間がちっちゃい声なんだけど音で満ちてて鳥肌が立ったんですね、うん、でこれはやっぱり教会の意味ってそこにあるんだなってちょっと思うんですよ。やっぱり昔何の音響施設もなくて、あのこういうデジタルのない世界でやっぱ音の重要性を徹底的にこう、あの何か肌感覚でわかる、うん、あれはねゾクッとしましたよね。こう鳥肌が立つっていうのもなんか命が高まる瞬間かもしれない、ね、いや、あの小堀さん僕やってらっしゃると思うんだけど、建築家の皆さんにお願いしたいのは、だからぜひその視覚をデザインするだけじゃなくて、本当に五感をデザインする、あの建築の仕事をしていただきたいなって思います。あの、まあ、僕はすごく音にやっぱり敏感だし、まあ、自分も音楽やってるともありますけど、あの、すごく見た目かっこいいんだけど、音が貧相とか、あの、あるいはスピーカーにそもそもお金かけないとか、みたいなものだらけなので、世の中は。で、それだとすごくバランス悪くてもったいないなと思うんですよ。ですよね。だから、あの、風を感じるっていうのも僕すごい重要だと思ってて、肌にこう風がヒューっていく瞬間ってあるじゃないですか。その瞬間に何かこう自分は何かとつながったって感じるんですよね、うん、だから窓が開かない建築って僕はあんまり好きじゃなくて、うん、全部僕の建築は窓開くんですよ。で今ね窓開けると空調がもったいないからって概念あるじゃないですか、はい、だけどやっぱりねオフィスビルなんかこれも虎ノ門ビルも全部窓開かないんですよね。で空調はされてるからいいじゃないかと、うん、でもそれはねやっぱり次元が違って、うん、で空気を感じるっていうのはまた違う感性があって、 そこに人間が何か高まってるんですよね。日本のものって割とそういうのを感じさせるのが多いですよね。それを音に変えてるのが風鈴だし、風鈴ですよね、本当に。だから全てこうメタファーとして何か獅子おろしもそうだし、う音に変換してるし、あと桂離宮なんかも水に月を映して、はい、それ反射した月を見るんですよ。リアルな月じゃなくて、はい、何か変換するんですよね全て。だから建築っていうのは何かを変換してより増幅させて感じさせる、うん、そのインスピレーションの場なんですよね。だからそう考えるととても楽しいっていうか、いや、なんか見えないものを見せさせる、うん、聞こえないものを聞こえさせる、感じないものを感じさせるっていうのがやっぱり空間にはあるから、うん、まあ、そういうのをねやっぱりやりたいですよね。ここも そういう場になってると思うし。いや、でもやっぱりここに来たり、小堀さんのそうなんか作られたところに行くと、うん、なんかそれを感じるんですよ。で、あの小堀さんにもぜひ私はご一緒し、最初からも小堀さんって思ったんですけど、なんかこう そういうのがこう建築家特有のものじゃなくて、うんうん、実はみんな建築家みたいなところを感じさせてくれて、そうそう、うん、だから今これ聞いていただいてるね、皆さんも想像し始めると、なんかその建築家が面白いと思っているところが私たちも感じられたり考えたりできるっていうのはすごいいいなと思って、うんうんうん、敏感な方はここ気がいいってやっぱり言いますね、うん、で気がいいって何なんですかねって、なんか 分析あるんですか？いやー、わかんないです。でもそれはすごく大事にされてるし、ね、そうそう、それはすごく大事ですよね。それ医学的にはどうなんですか？医学的にはどうなんですか？医学的には空間の気がいいみたいな、すごい振りですけどね。東洋思想とか、なんか私医学的なことは言えないんですけども、なんかあの個人的に場所を匂いで覚えてることが多くて、なんか小さい時の幼稚園の匂いとか小学校の匂いとか覚えてたりとか
してて、うん、匂いとかも結構感じますし、あとは私天井の高さとかすごい感じる人で、ここの天井結構高さが結構違くて、ね、こうね、天井を感じにくいなって思うんですけど、うん、なんか受験生の時とか塾って結構天井低めでまっすぐなんですけど、そうするとなんか頭の働く幅が狭くなるってこと、うん、押し込められてる。なんか最前列で受けた方が頭の前が開けていいとか、なんかそういうの感じるから、なんか空間から受ける影響って本当に大きいなって思うんですけど、なんか精神全然私は医学的に表せないなって思いました。なんか全てデータでは全然ないと思うからあれなんですけど、でもなんかそれがちょっとね、でなんかもうみんなで何かのデータ取ったりして、ここに実はそんな神秘があるんじゃないかみたいな模索をするとか、うんうん、もう市民型探求みたいな、うんうん、そんなのもなんかね、万博にかこつけてできた、うん、なんかそうですよね、だから、ね、みんなね、こうやって見ると、関わりたいと思う人が結構いると思うんで、本当に何かスイッチ、この機会にね、関わっていくと面白いなと思いますけどね。うん、あなんか、ちなみに、もうすでに過ぎてるんですけど、全然気にせず揺らぎまくってやってるんですが、大丈夫ですか？皆さん大丈夫ですか？聞いてる方は自己責任で、もう無理っていう方は出ていただいていいんですけど、もうちょっとだけ大丈夫ですか？で、小森さんにっていうことですかね。はい、木がいっぱいあった写真をもう一度見せてください。木がいっぱいあった写真って何だろう？どれだろう？木の良さって何ですか？木造校舎が増えたらいいなと思います。ああ、木造校舎ね。あとね、この結構ね、面白いの来てるんですよ。鹿野さんからだけど、制約があってこそ、はいはい、答え、何かを生み出そうと思って、制約がないと生み出せない。それも数学的にもそうなんですけど、面白いですよね。なんか本当は無数に開いてて無限なんだけど、制約があることである意味で何かが生まれて現実が今があるっていう、そこも面白いですよね。木がいっぱいあるとクリエイティビティもイノベーションもやっぱり制約から始まるってよく言いますよね。これは CIC ですけどね、CIC の場所ですね、もう全部、いろいろ、これも今やってるところですね、天井、これ、こだわって本木にしたので、でまたこれ、全部吸音できるようにしてるし、ここに反射したものが壁に全部吸音できるようにしたりとか、いろいろしてますけどね。あれ音の流れとか風の流れとか、うん、それこそシミュレーション一回してやって、なんかだから、まあある意味でコロナ対策にもちょうどなっていたっていう話を、そうですね、うん、だからやっぱりまあ普通にやるとまっすぐ部屋を作っていくんだけども、これ森ビルのね社長が案内さお互いにした時に、はい、せっかく四角い建物を作ったのにって言われました。四角いのに全然四角くなくなっちゃったり、そうそうそう、直角がない。なんで、そう言われて、でも面白いねと言ってみたんですけど。せっかく四角く作ったのに。まあ、空間のだからね、利用効率ってことを考えると、四角いものを四角く区切ってやるのが多分、一見利用効率高いんだけど、だけど、実は無駄があるからイノベーション生まれるよねとか、楽しいよねとかっていう話です。そう、でね、面白いのは自然界って。こんなに直角ないですよね。でも数学は幾何学があって、うん、だから数学は幾何学だからある意味ね、ある世界があって、で、ね、で最近紐理論とかの話とか、球体とかも話、ね、まあでもそれこそ数学は今すごい揺らぎが揺らぎなんですよ、ね、ホットな話題で、うん、やっぱり人間ってシンプルなものから入りやすかったから、もともと三角形だの丸だの微分積分にしても、ミクロにしたら単純になるとか、なんかちょっとあれですけど、なんかそういうシンプルなものに、単純なものに帰着できることを考えてきたんだけど、20世紀とかに入って複雑なものを複雑なまま捉えようとか、あと確率とかもの考え方が生まれてきたのも割と最近で、そうそう、ってことは日によって変わるとかね。建築もね、モダニズムってある近代になった時に、やっぱり幾何学っていうものをもう一回見直して、シンプルな世界に行ったんだけど、うん、その反動としてね、だから自然界とか、例えばアリの巣もそうだけど、なんでこんな複雑な形態になっていくのかとかね、うん、だけどその中に原理原則が隠れてるとか、それを僕ら行ったり来たりするんですよ。
だからもう単純なものも作りたくなるし、うん、反動で複雑なものも作りたくなるし、ちょっとね、どっちが正解か分かんないなっていつも思いながら、開いたものと閉じたものとかね。うん、でも都市開発の仕事もコンサルタントとしてよくやるんですけど、はい、まあ、トップダウンで機能性で突き詰めて作った都市が その計画した通りに使われることってほぼないじゃないですか。うん、そうですね。で、都市の魅力どこから出てくるかっていうと、その計画者が計画していなかったような使い方をみんなが勝手に始めるところから出てくる。だから、まあ、結局そういう、なんだろうな、遊びというか余白というか、いろんな使い方できるよう、お好きにどうぞみたいな、はいはい、委ねるところがないと、そうですよね、実はなんか面白い街も面白い建物もできないんじゃないかなと思います。いや、本当にそれが僕はアジールっていうか無縁地帯だと思ってて、なんかイメージで言うと、例えば土手とかね、あそこって誰のものなんだろうと思いながら歩くと気持ちよかったり、うん、いや、ね、誰かに占領されてるって思うと入りづらい。 でも自分のものでもありたいみたいな、うん、2つ持ってるんですよ ね。だからここはね、本当にある意味僕いつも来て面白いなと思うのは、いろんな人が働いてて、ね、そこに自分が働いてても全然違和感がないですよ、はい。こっそりここで僕はたまに働くんですけど、さっきもいらっしゃいました、ね、すごいなんか不思議な空間だなっていつも思ってて、うん、で声かけようと思えばいろんな人に声かけられるし、でもこういうイベントを毎日やってるでしょ、面白いなって、ね、なんかオンラインでまだ難しいのはやっぱそこですよね。なんかふっと出会ってなんか何か面白いことやってるなとか言って、うん、そう今ね目的を持ってしか今ところねなかなかできないから、まあそういうまあ、ふと会うバーチャル空間も出てくるんだろうけど、でもやっぱりこの肌触りとかね、表情とかと肌触りもあるし、あとね、安心感みたいなのがありますよ、このコミュニティが、ね、本当に見えないですよね。そうそう、安心感ってね、多分スタッフの人たちのオーラだと思うんですよ、うん、確かに今回ね、この建物を作った時にね、うん、すごい面白いことが起きて、はい、建物説明をみんなに説明するときにかくれんぼをしたっていうんですよ。かくれんぼをしてみんな理解したって。へえ。そういう発想ってすごくないですか。普通さ、この部屋はこうやって使いましょうとか、ここにスイッチがあります。でもかくれんぼをすると本能的にいろんなところに隠れて、こんな部屋あるんだとか、本能的にいろんな探し始めるじゃないですか、空間を。それ結構それね、楽しく学ぶんですよ。いや、でも結局今学びの変革、スティームとかも、まさにそうで、こう教えてもらうんじゃなくて、自分がなんかいろいろ試行錯誤して、そうやってかくれんぼみたいな体験すると、いっぱい発見したり、発見したりね、なんか作っちゃったり。だからなんか、僕もね、建築できたら、施設説明、ね、うん、朝から晩までこの部屋はってやるよりね、全員で2日間隠れましょうってやった方が楽しいし覚えやすいかなって教えてもらいましたよね、うん、多分全部理解してないかもしれないけどすごい面白いなって。そうです、なんか私なんかちょっと話変わるかもしれないですけど、なんか初めて iPhone をゲットした時に、うん、両親は説明書をちゃんと読んで使い方を学んだんですけど、うん、私は適当にいじって覚えてて、はい、で私の方が知ってる機能多いから、はい、なんかそういう感じだなって思いました、うん、そうだから、なんか遊びながら覚えるって一番効率いいかもしれないですよね、実は ね。やっぱり遊びですよね、うん、なんかそう遊んでる時って一番試行錯誤してるし心がワクワクしてるから、うん、なんかどうなってるんだろうみたいな、うん、そう、まあ、創造性もね一番高まる瞬間ですよ。そう、だから上田先生はね、前学びは楽しさの中にあるって言ってたんですよね。だから楽しいから学ぶじゃなくて、楽しさの中に学びがあるって言ってた。すごい面白い言葉だなと思ってね。だからみんな楽しいことをやってるつもりで、実はすごく吸収してるみたい。うん、うん、だからそれは面白いなって思いましたね。ね、これも語り尽くせないですね。これずっと喋ってたくなるけど。と、あ、梅沢さんに来ました。あ、そうそう、梅沢さんに気のいい場所って英語で説明しようとすると何でしょうね。気のいい場所ですね。これすいません、この説明したことないからわかんないですけど、ちょっと考えます。これ大事な宿題をいただきました。ありがとうございます。よくあるの。いや、すいません、質問した本人ですか。はい、いや、はい、いや、結局気のいい場所って多分心地いい場所とも違うし、そのだからコンフォータブルみたいなものとも違うし、なんかそのなんか日本語ではすごくこう収まりがいいと思うんですけど、
なんかこれを、うん、例えば、まあ、バクみたいにこう世界に発信しようみたいに思った時に、そのなんかこう日本にしかないようなこの文化性だったり、そのフィットする言葉をなかなかこう英語に訳しづらいなっていうのが結構たくさんあって、そういうのも、あ、僕も CIC 東京さん行かせていただいたことあるんですけども、なんかそういう時になんかどう説明すればいいんだろうこれっていうのが っていうのがいっぱいあって、なんかそれをお聞きしたいなって、なんか皆さんどう思われますか。やっぱりかくれんぼしてもらうことじゃないですか。かくれんぼして言葉ではなくて体験を、言葉ではなくて体験してくださ い, いなんか体験してなんか新しい言葉が生まれてくるとかだったらもっと面白いですよね。そうですね、だから我々がなんかこう言語化することによって残せるものもたくさんあると思うので、うん、その形あるものとして残して、なんかそのものが残ってくっていうのも重要だし、体験をシェアすることによって残すものも重要ですけど、もう一つ言葉に書き残すとか、その言語化することによって残すっていうのも多分重要な役割があると思ってて、なんかそれをなんかそのファンクションとしてどう伝えればいいんだろうとか、どういうふうに我々は表現すればいいんだろうっていうのをなんかもっと考えてもいいんじゃないかなと思いました。あ、まあ一緒に考えたいんです、ね、面白い。ちょっと待ってくださいね。なんかはい、あ、大丈夫ですか。はい、あのね、ある種にザ・プレイス・オブ・アベラビリティーズっていう、うん、アベラビリティってどういうことかっていうの僕ら最初分かんなくて、うん、アベラビリティって、まあ、あの部屋が空いてるよとか、僕今日はアベラビリだよとかって言うらしいんですよね、うん、でもよくよく考えると、あの何か役に立つとか恩恵を受けるとか、うん、そういう空いてるっていうだけじゃない、そこに行くと何か得られるみたい なんかあなたの役に立ってるというか、そうそう、アベラブルってそういう意味なんね、うん、だから僕アベラブルって言葉がすごいね、なんか僕好きで、あの好きっていうか好きになって、うん、で The Place of Availability です。ただ単に相手だけじゃなくて、うん、そこにはとてつもない恩恵があって隠れてて、それが分かる人には分かるみたいな、うん、例えば踊りの才能がある人はそこで踊れるようになるっていうのが、はい、あのルイス・カーンがよく言った人なんです。ルイス・カーンがよく言ったんですけど、やっぱりアベイラブルっていうのはすごくちょっと研究してもいいかなちょっと思ったんですよね。そうですね。今の小堀さんの話だけど、なんかオポチュニティーズにも聞こえましたけど。あ、そうですね。何か機会があるみたいな。いろんな機会がある場所。うんうんうん、まあ、我々はまさにそれを目指してますけど。うんうん、僕はシカゴさんの質問に対してちょっとあれですね、ぜひ、もしかしたら感覚統合の問題もあるかもしれないですね。だから何かを見ながら風を感じるとか、そういうような2つ以上のものが重なって我々がそれぞれじゃ測れないものが感覚が出てるっていうあの部分が気の一つではないかとは思うんですけれどね。だからどうですかね、鹿野さん。いや、西村さん辛いっすよそんなの言われてもと思うんですけど、いや、なんかもう少しなんかそのなんかそれを言語化したいなっていうのがやっぱ研究者としてやっぱ思うことで、そのなんとかしてまあ定量化してみようっていうのも一つの試みだと思いますし、じゃあ定量化していった時にどこまで定量化できてて、どこから先はその先ほど西森さんがおっしゃったようなその多重化によって経験みたいなものでそのまあなんか代替えしなきゃいけないものなのかっていうののなんかある種の線引きっていうのは、一義にはあの引けることはないと思うんですけど、なんかそういうことができてくればなんかもっともっと面白いんじゃないかなとなんか個人的には思うんですけどね、なかなか難しいなと、うん、ね、ありがとうございます。なんかフランス語でなんか来ましたね。あれ、はい、あ、いや、すごい来ましたね。さすがにですね、でもそろそろまとめに入らないといけないかなと思いながら、ね、手話の方を、本当だったらね、一緒に入っていただいて喋れるといいんですけど、ずっと訳していただいて、でもここも例えば訳じゃないですか、うん、ちょっとまとめるって言いながら最後に一つなんですけど、やっぱり万博の一つ面白いことは、やっぱ世界中の人たちが来る、つながれるかもしれない、で、オンラインもこともあって、なんかそこは可能性いっぱいなんだけど、今、鹿野さんおっしゃったように、訳しきれないものとか、そういう、だから、
違いがおのおのあって、それはもう本当みんな違うので、そこをなんかこう丁寧に言語化したり絵にしたり音にしたりっていうなんかことをやっていくっていうのは非常に面白くて、これもそれこそ、まあ、今日ね聞いていただいている方々もちょっと考えていただいて、なんか例えば今の気のいい場所とかだったらどういうふうなことなんだろうと、それで分かってくれば来るほど多分訳し方が見えるかもしれなかったりするので、なんかそういう可能性とそのリスクみたいなものとを両方考えていくのが面白いなと思いました。で、このまま多分ずっとやりたいと思っていただいている方もたくさんいたり、多分こっちにいる4人もそうかもしれないけど、オンラインでのね、あの西村さんも今いろいろ入っていただいてますが、志村さんはずっとありがとうございます。で、そろそろまとめに入って、皆さんちょっとなんか急にアベイラブルじゃない感じになって恐縮なんですけれどこんな揺らいだ話をしてるとね、なんか止めにくい感じで、はい、なんですが、せっかくなので、じゃあ一言ずつ最後にもらって、でその残りの会話はぜひこのここに参加していただいた方々が、私たちだけじゃなくてもですね、なんかこれをきっかけにいろいろ喋り出して、で何か始まるかもしれないと、なんかやっぱり具体的なものにしていくっていうのは一ついいことだと思うので、うんうん、なんかそのし、ね、気づいたこととかを、で何かやりたいことがあればぜひ言っていただいたりして、決して全部はできないと思うんですけど、うん、なんか同じようにしてそう思ってみんなで動いていくと未来はきっと良くなると、面白いことができると思っているので、その辺ぜひよろしくお願いします。では順番に梅澤さんから一言ずつもらっていいですか。はい、はい、CIC のミッションでもあり、万博に貢献できるっていうことでも言うと、人々のやっぱり創造性を解放するコミュニティを作ると、うんうん、それからそのためにも大事なのが、いろんなクラスターの人たちが交わる場であり、うんうん、それから世界とつながる場でもある、うん、という場に CIC がまあどんどん発展していくことで、なんか万博の、いろんな活動にも貢献できるし、それからこの中島さんのシリーズイベントにも貢献できるかなと。はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。ここは本当開かれてて揺らいでる場で、うん、ぜひ皆さん遊びに来ていただいて、ちょっとこのシリーズも、うん、ちょっとコロナがもうちょっと落ち着いたら、ぜひ場にも来ていただいて、はい、ぜひ遊びにいらしてください。うん、あといろんな地域の面白いところともつながっていきたいですね。うん、はい、では小堀さんお願いします。はい、やっぱり万博のね、今回命っていうテーマが僕にとってはすごく建築的なテーマとも、うん、相まってですね、とても楽しいんですね。で、やっぱり建築とかって、やっぱり法規とか安全性とかコストとかね、まあ、要は現実的な塊なんですよ。で、そこに、やっぱりこういう命ってなんだろうって考えることの自由さみたいなものは、すごく面白いと思うんですよね。だって何話してもいいじゃないですか、命って。うん、まあ、ある意味、かつ、根源的な問題なので、はい、それを徹底的に自由な雰囲気で話す機会が万博なんじゃないかなと思ったんですよ。そうですね。やっぱり、ね、うん、建築基準法的に命を言うとね、避難安全とか、そういう話にどんどんなっちゃうんだけど、もちろんそれは大事なんだけど、はい、でも本当の命、人間、生命の命ってなんだろうってことを考えるって、ただただシンプルな内容だけに伝えたいメッセージってたくさんあるはずだから、うん、それはやはりみんなで議論して、で、そこに先ほど創造性の解放って梅沢さんおっしゃいましたけど、まさに解放できるテーマだと思ってるんですよね。うん、誰だって子供だって赤ちゃんだって、ね、その議論に対しては誰にも話せんですよ、うん、おじいちゃんだって、うん、だからそれはね、ぜひぜひこういう機会でもう朝まで話し尽くすと、はい、のがいいかなって、1回ぐらい24時間なんかやってもいいかなと思いますね。はい、はいはい、ありがとうございます。ちょっと登壇中にすいません、割とこっち側でどうしても喋っちゃいがちでしたけれども、本当に志村さんありがとうございました。で、明日までアニメインザダークも見てるんですよね。ちょっと志村さんお願いします。実は今日ですね、ダイアログの会場の中ではライゾマティクスさんとアンリュージーさんとの一緒のコラボレーションがあって、目で見えないんだけど洋服って普通感覚を実はこう何でしょうね、自分の中で外と
自分の中を遮るというか遮断してもらうためのようなものですよね。洋服って本当は境界線みたいな、その洋服を今度は身体感覚に変えていくような洋服を作ったんですね。でそれは洋服を着てそのものをつけると目の代わりにいろんなものが分かってくるっていうの洋服だったんです。それ今日展示してたんですけど、それが面白かったんですね。私なんか自分の感覚がどれほどすごいんだよっていうようなことを知ってもらいたいなと思うんです。そしてそれを知った上で新しいものを作っていけたらいいなって、それが今回の命につながるんじゃないかなと思っていて、そんな場を万博で作ってほしいと思ってます。で例えば真っ暗闇の中でかくれんぼするんですね。全然見えないんですよ。でもかくれんぼすると探せるんですよ、はい、で隠れ隠れもするんです。後ろの正面誰って言って、で目が見えないのに当てられるんですよ。それは普通の人たちが知らないだけだったんだろうな、自分の感覚がどれほど本当はすごいのかってことを、でその知るような機会を作ってもらえるような、そんな場を今回期待してるんですね。でそれも楽しく遊びながら、それが創造性を解放していくような一つの大きなことになるんじゃないかなと思って期待しています。ありがとうございます。もうぜひ何でしょう、もう志村さんのお話が本当に素敵で、私すごいなんかいいなって思いながら伺ってたんですけれど、なんかどこかのタイミングで志村さんご夫妻もまたですし、ヒアマッチさんとかいろんな方々にもこのシリーズいらしていただいたりして、でもちろん可能性のとこもそうだし、でもやっぱりみんな知らないからこそ結構不便になっちゃってるようなところもたくさんあると思うので、私たちもいくらいいことをね思ったりしてるつもりでも、でも実はある方たちにとってはそれはすごい大変だったりとかするかもしれないので、なんかその辺こそ本当に開いて、だから互いにやっぱりいろんなこと、いろんな人たちと知り合っていくっていう形できっかけになっていくといいなと思ってます。なのでこれからもどうぞ本当によろしくお願いします。ありがとうございます。そして西森さん、有さんもぜひ巻き込んでいきたいと思っているのでよろしくお願いします。そして数学もですね、はい、あ西森さん多分ミュートになっ、はい、はい、あ聞こえますか。聞こえます。やはり無駄とか揺らぎとかそういうのをもっと真面目に追求していきたいと思います。それと揺らぎの手話がすごく私気に入りました。これが今日の最大の揺らぎです。さすがです。どれですか、揺らぎの手話。揺らぎ、あそれですか、揺らぎ、揺らぎ、あこれですね、揺らぎですね。それなんかもう分かりますね、はい、分かります。だからダイアログ、建築の中に視覚とかだけじゃなくて五感をうまく取り入れたそういうような作り方を小堀さんが考えていることを聞いて非常に感銘を受けました。まあ私の方でも何かそういうことにいろいろ議論して関わっていけたらこれから万博に向けていろいろ議論ができればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。私たち意外に他のプロデューサー人を見てない、人を見てないわけじゃないんですけど、ロボットとか虫とか意外に人がいないなっていう、8人いる割にってなって、私たちは割と、じゃあ中島さんやっぱり人を、私もともと八百万の神みたいにもうみんなが入るってやりたかったんですけど、結構皆さんいろんな命を見ていこうっていうアイデアはあって、それすごい面白いなと思ってるんですけど、でもやっぱりね、私たち自身もまだまだあれだから、人の想像性、本当に中島パビリオンは人が主役だもんね、はい、そうですね。ただその文脈で同じようにアリさんとかクラゲさんとか年金さんも入ってもらう、ね、でちょっと教えていただくみたいな感覚で、八百万はちょっと捨てきれてないんですけれども、でも面白い、そんな感じでぜひちょっとアリさんも巻き込んでいきたいと思っています。他プロデューサーの皆さん気を悪くしないでください余計、はい、はい、でもそうなんです、プロデューサーの皆さんもぜひこういうこんな揺らぎで許してくれる方々ぜひ入っていただいて続けていきたいと思ってます。そして若造さんは今後多分実際にプロジェクトも万博に向けて動かしていくと思うんですけど、ぜひなんかちょっとねコラボレーションでもなんかできたらいいなと思ってまして、はい、はい、そうですね、今日一番私が聞いててすごい刺激的だったのは、
我々はもともとそのデータが自分がどういうふうに使われているのかがわからないから、それを可視化しようって、その可視って見える、うん、可視化しようってことを考えてたんですけども、なんか見えない人もいるし、うん、なんか視覚よりももう少しいろいろ五感ってたくさんあると思って、うん、なんかデータのどういうふうに使われているかとか、なんか人はどういうふうになんかどういうところになんか幸せを感じるのかとか、うん、なんかそういうものをなんか目視覚化ってよく使われる言葉と思うんですけども、うん、なんか視覚以外にどういうことが考えられるのかなって今日は、ね、考えさせられました。いや面白いです。なんかそれこそ数学なんかもちょっと無味乾燥と思われたりしがちなんですけど、多分数学者は決してそう思ってなくて、むしろ生き生きした生々しいもので、データも同じだと思うんですよね。なんか見える世界、データだけで見える世界は限られるかもしれないけど、やっぱりデータの捉え方次第とか、それのどう何を感じてどう表現するか、なんかその辺がちょっと何でしょう、アリさんとかもそうだし、その医学的なこともそうだし、もう夢島2025を待たずにですね、どんどんなんかやっては公開して、今やっぱりオープンにしていくって一つ流れなので、公開してみんなでそれ見て何気がつくかなとか、市民方でこう探求していくとか、そんなことができたら、まあ、データのこれは誰のものかまだわからないうちぐらいに、わからないようなものをいっぱい作ってですね、みんなでやっていけたらいいなと思ってまして、うん、若造さんにはね、いろんな大学生たちたくさんいますし、はい、ちょっと今後私たちも STEAM っていうことでいろんな学校と学んでいる中で、大学生の存在もすごい大事だなと今思っているので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でもうまとめが私が一番長いですね、すいません。いつの間にか9時になろうとしているという、非常に仕切りが悪くて申し訳ございませんが、ですね、ちょっと最後に一言だけ、もうこれで終わりにしますね。そうですね。なので、ちょっとこれを機会にですね、こういうシリーズ続けていきます。勝手に10月5日仮って入れちゃったんでした。これまだ仮なんですけれど、本当は毎月やろうと思ってたんですけど、さすがに毎月結構大変だなと思い始めまして、1、2ヶ月に1回ぐらい。で、いろんなテーマを置きながら、いろんな方々と一緒にこういう感じでちょっと緩やかに、でも面白い方々なんで、まあ、ちょっとしばらくは、でもわかんないですけど、いろいろお話を聞いてから、みんなで緩やかに話すみたいな会ができればな。ただ、1回目すでにですね、揺らぎまくって音楽とか踊りとか、まあ、まさに言葉とかじゃない方、先ほど鹿野さんが言葉っていうのはあったよ、確かに言葉は本当に詩とかですね、選び方大事なんですけど、ただ最近やっぱりズームとか私も話すことが今増えている中で、やっぱりあえて今度言葉がじゃないけど何かを伝えるものとかも面白いなと思ってまして、そういうところがちょっとテーマにできないかなと今思っています。で、テーマにしたいことたくさんあります。なのでいくらでもこれ継続できそうなんですけれど、ぜひぜひ皆さんもお力いただきながら、で CIC を中心に、でももしかしたら地方のいろんな場所にもですね、ちょっとハブみたいなものを作ってつながって、そこでワイワイ話してもらいながら、ワイワイやっていくと、でそのうちに何かが生まれてくる、みんなで何かやっぱり仕組みとか具体的な場なのか仕組みなのかを生み出していく、でここでは本当にじゃなんかいろんな立場とかそういうのも関係ないという形ができればいいなと思っています。ちなみに明日の夜ちょっとイベントやってるので、その宣伝もありました。はい、ではこれで終わりにしたいと思います。で先ほど、出した動画はですね、本当にギリギリの中で小堀さんのところにもうずっと長らくお話ししてきた中で、それをラフ案形にしていただいて、でもう名前どんどん言ってちゃっていいのかなと思いますが、ボルデさんというところにもまとめていただきまして、間にもいろんな方に入ってもらいました。鈴鹿さんもありがとうございました。で音楽の方はですね、私の音楽で光という曲で、これ震災の後に作った曲です。今でももう覚えてるんですが、5月10日ぐらいに作りました、そうですね、2011年。でまあこれからいろんなことを、まあ、それこそ人生でも社会でもあるでしょうけど、今コロナ禍で大変ですけれど、でも何かしらゆっくりゆっくりでも光っていうものは紡いでいけると思っているので、まあ、そういう意味で光で、演奏はトリオマスマーター、鈴木ひろし君、サックスの鈴木ひろし君とパーカッション相川ひとみさんと、まあ、ピアノ中島で、これもギリギリ撮った感じだったんですが、で合わせてですね、ソウルマティックス、非常にハートフルな、歌をソウルマティックス代表池末慎さんのところに入れていただいたりしました。他にもいろんな方々が関わってます。でここに写真にもいろんな人出てきます。
本当にこれからみんなで作っていく時代だと思うので、ぜひこの動画とかもですね、ぜひこれからいろんな形でいろんなバージョン作っていきたいと思ってますので、はい、皆さんぜひアイデアをください。で、最後にもう一回だけ動画を流させていただいてと思ってます。で、ただですね、最初に聞いていただいたのにプラス歌詞が入っている状態で流します。で、この歌詞の部分、いや、私が作ってなんか恥ずかしいなと思ってながら、歌は素晴らしいんですけど、でぜひ皆さんも歌詞作ったり、まあ、それこそ音楽も命が高まる歌ってなんだろうみたいに考えていただいたり、あとですね、どうしてもまだ結構 Zoom の方のコメントたくさんいただいてありがとうございました。できればでも外側にも、これを見てなかった人、全然知らない人たちにも、こういう雰囲気、ムード、なんか万博っていうとどうしても大きなイベントで国がやっていたりとか、そんなイメージがあると思うんですけど、まあ、せっかく万博って機会があったときに、なんかそれをね、そういうもの、そういうものっていうか、そのイメージから打破していきたいというか、岡本太郎ぐらいの。万博をハックしましょう。万博をハックする勢いで。はい、でも岡本太郎はやっぱり誰よりも真剣に考えたからこそ、ある意味で半万博的なところで面白いことやったと思ってまして、まあ、これからもみんなメニー太郎の精神で万博っていう機会をうまく開いていくと。で、そのためにもですね、もしよろしければ、自分だったら命高まるときこんなときだなとか、あ、こんなことしてみたいなとか、今日の中でもこんなところ面白かったな、今心の中で反省いただいていること書いてみてもいいし、絵にしてもいいし、でももしよければちょっとハッシュタグ万博とか、ハッシュタグ命を高めるとか、まだあんまりないと思うんですけれど、ハッシュタグエクスポ PLL トークスとかですね、つぶやいていただけるとと思います。揺らぎすぎて全然モデレーションの時間がなってませんが、そのあたり許していただいてですね、また皆さんとどっかでゆるやらかにお話ししていきたいと思います。では最後、歌詞ありバージョンでこれを流して終わりにしたいと思います。では本当に本日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。